なあ、いや酔わないと忘年会じゃないから。そっか、酔っ払って忘年会だから。そうか、俺じゃないから。いつもなんか難しいことを言ってて。難しいことなんか言ってねえよ。言ってて、なんか言ってねえよ。言ってるんやけど、うん、なんか難しいなと思って。何が、なんか会話が。あ、難しくないよ。すごい頭いいんやろうなと思って。頭良くないよ、中卒だよ俺。いや、めっちゃ聞いてるんで。いや、マジでどうなの、ちょっと聞いてる。勝手にしろはなくない、勝手にしろはなくない。俺めちゃめちゃ頑張ってきたと思うけどね。違うの、何、お酒飲んだらダメなの。楽しく、楽しく。俺のりこのこと最優先で俺やってきたと思うよ今まで。なあ、俺はのりこを守ってきたと思うけどね、この2年間全力で。ね、ダサいよね、ちんどん屋さんで。いや、俺はのりこを立ててきたと思うよ、今後。のりこを立ててきたと思うよ。違うの。いや、違うの。何、俺には自由意志はないの。俺は酒飲んだらダメなの。俺旅もやめたんだよ、のりこのために。企画潰しちゃうんだよ、人生かけてやった企画潰しちゃうんだよ。違う、1万人リア取ってたら300人の時点で俺のりこのためにやめたんだよ。それでたった1年に1回の飲み会で何こんなこと言われないといけないの。もう知らんとか勝手にしろとか。いいよいいよ。まだ3人しか来てない。あ、3人しか来てない。違うの。わ、いや、女がどうとかって俺浮気なんかしたことねえよ。浮気なんかしたことねえよ、マジで。違う。じゃあ、ね、キャスキャスフワッチ2個だな。おー、3つ。すげえプロだね。ありがとうね。いや、エビーラフさんめちゃめちゃ有名じゃん。なんとかやってきたっていうか。メリクリ、まだ早い。いや、俺めちゃめちゃ大事にしてきたでしょ、のりこのこと。俺どんな時でものりこのこと優先してきたんじゃないの。で、それで知らんはねえだろ。それで知らねえよって どんだけだよ。俺ずっとのりこのこと守ってきたぞ。違うの。いや、俺のりこのことずっと守ってきたぞ。自分の仕事がダメになってものりこのこと守ってきたぞ。帰んの。違うのかよ。それで俺その手術かよ。男の夢も応援できねえのかよ。男がやりたいことも応援できないで何が彼女だよ。ふざけんじゃねえよ。笑わせんじゃねえよバカ野郎。いや、結婚なんかしてないよ。違うの。俺ずっと抑えてきたよ、自分を殺してきたよ。で、その周知、2年間付き合ってきた周知がこれ。いや、マジで笑わせんなよ、本当に笑わせんなよ。こんなんじゃ天下取れねえよなあ。こんなんじゃ天下取れねえだろ。違うの、違うの。こんなくだらねえことで何二次会も行けないぐらい俺は何くだらないの。俺天下取れる器だよ、はっきり言って。天下余裕で取れるよ、うん、天下の話してねえわ。ソフトオンデマンドの話してねえからなあ。いや、マジでマジで考えた方がいいと思うよ、マジで。本当にちょっとマジで考えた方がいいと思うよ。だったら、俺の夢全部潰すぐらいの、俺の夢を全部潰すぐらいの器量があるの、お前に。なあ。なあ。俺はお前に尽くしてきたと思うよ。全部顔殺して。2年間。俺余裕だよ。チャンス潰してきたんだよ、俺は。なあ、チャンス潰してきたんだよ。もしのりこがこのまま黙ってイライラしてんだったらもう捨てるよ俺。ついてこれねえやつは置いてくよ。
いや、若さん関係ねえから。若さんか関係ねえよ。いや、おかしいでしょ。こんな年に1回、2年に1回、3年に1回も顔も立てらんねえんだよ。顔潰すんだよ。知らねえよ、何が新ママだよ。ここで黙って見過ごすんだったら俺も俺で考えるよ、マジ。気持ちよく見送れないなら。違う。いや、俺が言ってること間違ってる。いや、俺和道だよ、ね、俺間違ったこと言ってる。いや、心配で男の仕事の足引っ張るんだったらダメだろ。なんだ心配って。予算はどこいます。予算向こう。誰に飯食わせてもらってんだよ。誰に飯食わせてもらってんだよ。誰に飯食わせてもらってんだよ。だったら飯食うなよ、人の金で。間違ってんだろ。これで全員です。間違ってんだろ。だったら飯おごってもらうなよ。だろ、橋本君さん行きましょう。ちげえのかよ。それは言ったらダメなの。だから44で分かれて。そうなの。それ4つさんに女性2人が任せて我々は。いや、男の仕事立てられないんだったら終わりだろ。違う500メートル以上ある。いや、俺間違ったこと言ってないと思うけどね。全然間違ったこと言ってないじゃん。行ってらっしゃい。よし、のりこいい女だ。よし、よく行った。ちょっとあと2だ。よし、サイゼリヤにしか連れて行ってない。いや、俺ミラノ風ドリアおごってるから。まあ、それであれば大丈夫だな。行かないの。行くでしょ。なあ、ノリコの許可が出た。もう無敵だから。もう無敵。行きましょう。よし、ノリコが大人になったよ。ノリコが大人になったよ。ノリコが未成年は大丈夫。未成年は大丈夫。あ、帰った。タクシー乗った。いやね、マサヤンと子とかが2人でどっかに行って、よっさがイメージ。ノリコに拍手だ。ノリコが腹くくった瞬間だよ。いや、ノリコ偉いよ。よっさん、あ、俺先行かないけど。俺先乗らねえ。子とかいなかったらキャスバー行かん。いや、いるいるいる。あの、もう先行った、先行った。なんでじゃあ。いや、先行ったから。よっさんさんが出てこない。子とかにかける。なんで俺を差し置いて。行ってますって今。いや、行ってるけど。じゃあ、子とかさん頼まれて、よっさん連れてきてって。いや、だって俺と一緒に行くべきじゃん。いや、いいから。いや、それはマサヤンと一緒に行けばいいだろ。ダメ、ダメ、ダメ。俺となんで行かないの。マサヤンでいいでしょ。ダメ、ダメ。わかる、わかる、わかる。わかる、わかった。じゃ早く乗りながら。俺は別にいつでも行けるから。はい、いや、俺はいい。これが配信者。これが配信者見たよ。配信ついてなくてこのクオリティだよ。配信ついてカメラ回ってなくてこのクオリティだよ。俺行くよ。俺よっしゃ、乗り込むぞ。二次会行くぞ。風林会館でお願いします。いて、わかる、このクオリティだから。いや、うんこ漏らすのなんかへでもねえから。もう一人、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 やっちょか、このメンツか。乗れる乗れる、もう一人。でももう一人いけるっしょ。前乗れない。あ、乗れますよ。もう一人いける。前もいけるっしょ。もういいですか。はい、風林会館で。前乗らないよ。わかる。タクシーもったいないでしょ。もう一人ある。山本さん財布どこやん。新八丁知らないとかもうにわかすぎるんだろ。知らない人いない。知らない人いない。新八丁知らないとかもうありえないから。もう本当に乗りますか。乗りゆう。水にやんじゃねえわ。あれ、水にやん知ってて新八丁知んねえのかよ。それはないな。ありえないよ。ありえねえ。ありえねえわ。またしてるよ。タクシー代がもったいないから歩け。なめんなよ、ほんと。ちょっと一人誰か。
舐めんなよマジで。もう一人もう一人もう一人もったいないから、いやもう行って行って行って、いやもったいないでしょ、空いてる空いてる、もう一個なっちゃう。あ、運転手さんバカばっかりなんで、もう行っていいっす、大丈夫っす、大丈夫っす、大丈夫っす、3人で行く、はい、大丈夫っす、大丈夫っす、もったいなくね、いやもうバカばっかりなんで。あ、ドレさんドレさん、うん、ドレさん入って前前前前前前前、すいません運転手さん、ちょっと一緒に行きましょう、風鈴会館前で、はい、これ曲がっちゃっていいですか、ね、いいっす、左曲がっちゃって、すいません、あれ風鈴会館の前じゃなくて、なんだっけあそこの有名なビル、縦花、縦花か、縦花わかりますか、縦花わかるでしょ、この辺だったら、歌舞伎町、いやわかるから、縦花わかります、運転わかるでしょ、ほら縦花わかんないですか、一番最初に喋った縦花有名だから、歌舞伎人が多いと絡めない、ゴミしかいないよ、ゴミショーなんで、ゴミショー、いや風鈴会館から入って左に曲がってゴジラビルの前ですね、あーはい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 、1の12の9、ハロウィンの時なんで俺に会いに来てたのあれはしかも俺帰るタイミングや、それ帰るタイミングでしたね、めっちゃ入れ違いだった、入れ違ったよねその12の9に向かってもらって、見かけて近く行ったら、気絶する。気絶してます。一瞬で。アホを見て。ダメ？寝たらダメ。アホを観察して。観察してる。あれは煽ってるわ。俺言っとくけど、こっから長いよ。こっから長いよ。カズ軍曹がうるさかった。今乗ってるんだよ、カズ軍曹は。カズ軍曹帰ったの？いや、来るでしょ？来るの？今日はじけるよ俺。でも帰るみたいなこと言ってた気がします。え、帰んの？軍曹。マジで？はい。やらせっぽい。人は変わるな。誰の話？有名になると変わるな。お前だわお前。一番変わったのドレさんだわ。数軍曹は変わる。よく言うわ閲覧ばっかりで。よく言うよなこの人。人は変わるとか言って。変わるな。あんたが一番変わったよ。閲覧取れると人。俺が出会った時、俺が出会った時と全然違うわ閲覧30だった頃と。あんたが一番変わったわ本当に。人は変わるなやっぱな。なあよく言うよな。何が人は変わるだよ本当に。本当になあ一番変わったのドレさんだよね。いや俺変わってないよ。いやドレさん変わったってみんな言ってるよ。いやみんなゴキブリって言ってるから今ゴキブリじゃねえかっつってるよ本当なあ。あの頃のドレさん良かったよな本当。いやむしろクオリティ上がってる。上がってねえわ下がってるわよく言うわ。何が金梅が師匠だよ。もう笑わせんだよ本当に。24時間放送とかやったんだよいや知ってるわ、ドレさんすごいとかもう10分ぐらいコメント流れないずーっと喋ってる。いや違う深夜と違うから。俺が見たら俺のコメントで埋まるからね。深夜と違うよ。2時間経ってね、あのドレさん和骨っていうのがまだ残ってるんだよコメント2時間経って本当にすごいよこのクオリティ。でも400人とかいるもんな、ね、あの自分。いや水増しやん。水増し。水増しだよ。それ訴えるから。何が訴えるの。水増しでしょあんなもん。そういう風評被害。風評被害じゃないよ事実だよ事実。実言った人も証明しなきゃいけないんだよ。全然いいよ虚像責任から、うん、もうオフィシャルの来てんだよなんでそこオフィシャルから何何、ね、もう一回はい何オフィシャルから、オフィシャル、え何フワッチの運営から水増しではありませんって言うわけねえだろ。証拠にしてあげていいですよって何もう病気がひどいよ病気がじゃあ本当なんだって。何え、なんで問い合わせたの。だから今後水増し発言は全部訴えるから。あ、何訴えるの。裁判するの。裁判する。裁判するって水増し今の人も何俺訴えられんの。裁判対象病気だろこれ。もう病気だよ病気。もう本当に全員片っ端から。俺捨て頃ワンで宮城さんボコした時のドレさん以外認めねえから本当。あ、もう認知症のレベルだよ、本当に。もうあの頃が一番輝いてた、本当。全員訴えるから。なあ、ほら、みんなアルツって書いてるよ。みんなアルツって。いいじゃん。なあ、上等だよ、もう裁判所で会おうぜ、ドロさん。いいじゃん、だって。ねえ。一応ね、みんな話を。一の。業務的なことをする、ドロさん。どんだけ酔っ払っても、あの。元六本木の帝王。なんだよもう本当おかしいだろ本当。これ今から場所取りとか無理でしょ短い今
もう忘年会ピークなの。キャスバーでしょ。いやだからもう配信できるとこそこしかないでしょ。そこしかないでしょ。無理だよ。人がすでにいたらやばいね。いやガラガラやったらいいけど。ガラガラでしょ。いや山木曜日締め切るっつってた。うん。お客さんも。だっているわけないじゃん今日。山本君でももう YouTuber やめてんのそんな権限なくない？まあまあまあ。あるのか。もう完全やめてるの。完全やめてるらしいけどね。オーナーに聞いたら。うん。関係ないですよって。でも、うん、力はなぜか持ってる。謎の権力。まあ、ただ予約しただけです。いや予約してないんだ。あんま。あれだね。もう勝手に行っちゃうっていう。ブルさん水増しの件はちょっとデリケートな。もうこんなわかったわかったもう言わないもう言わないわかったわかったわかったちょっと気にしてるんだ。もう全員訴える。ダメだよ訴えるしブロックするって。お前はこの前狐で俺のコメントで埋まったじゃん。何ロムってたの。何まだロムってんの俺の枠。だって狐だから潜るも何もないじゃん。何潜るもない。俺の枠チェックしてんの。だって狐だから。何狐だからって何。俺がコメント書いても分かんないじゃん。分かんないじゃんってことは何。俺の枠見てんの。優しいなドレさん。俺はあれだ、見守ってるんだ俺のこと。じゃあみんなプロ監視員だから。プロ監視員だ。全部監視してる。見てるって怖いね怖いね。狐の時コメント書いてるって。俺の悪口言ったやつはもう全部。ドレさんの悪口言ってない配信者いないよ今。いやもう片っ端から訴えてる。片っ端から訴えてる。最後それでね老後の生活をね。こっから歩いてもいけるかないんだよ、うん、でまあドレさんのこういうリアクションの時はガチで触れるなっていう時だから。でも言っていただいて大丈夫です、はい、すいません分かります。食感通りからね。食感通りですよね。はい、はい、あ、狐の時はドレさんを見てるっていう有力な証言を取れたんで。いやだってコメントしなきゃ誰のわけでも見られる。まあまあまあ、俺はコメントしないからみたいな。なんでコメントしなくなったの。かわいい子ちゃんワコツってやってたじゃん。バイメって言われるから。いやバイメいいじゃん。バイメバイメっていうか、うん、うちの婦人部がその辺です。神経質な方よかったら。婦人部なんかもういねえよ。ま、いやもう婦人部なんかもういないからね。もう2年ぐらい前で時間止まってんだよドルさん。思うじゃん。え何何裏っ引きですか。裏っ引きの深夜食堂。え久しぶりまーさにと。何婦人部強いんだよ。婦人部いるのまだ。婦人部の発言権が全て。ああそうなんだ。婦人部の会長さっき激おこだったけど。あれ婦人部じゃないもん。婦人部じゃないの。ただのババアだから。ただのババアひどいな。ひどいな本当に。見たことないですよ。マジだ今日長くなるな。今日長くなるな。もしかしたら今日朝俺あの、ね、六本木で飲んでるかもしんねえよ、うんうん、いやいや3時間は俺たち亀有だから。あ亀有行くの、うん、この流れで。あいい流れだね。いい流れだ。結局来なかったね。うん。あ結構根に持つタイプだから。ドルさん。一番近くに。ドルさん根に持つタイプだから。なんで？あでもなんか乗り込むとか言ってたな。よっさん。いやもう場所分かってるから次の配信者来ればいいじゃん。いや来るでしょ来るでしょ。椅子足できんっていうことは。あ、できんね。お酒飲んでるの。飲んでる飲んでる。できんげです。めっちゃ飲んでるよ。俺が酔っ払ってんの多分見るの初めてだっていう人いっぱいいるでしょ。うん。いや、俺はのりこは最後まで見届けてもらうから。俺やましいことなんか一個もねえから。俺は配信つけててやましいことなんか一個もねえよ。うん。のりこには最後までコメント書いてもらうから。うん。ふざけんじゃねえよマジ。もう待機してる。うん、裏口あるなら裏口から入ってもできんだね。素晴らしい的にだそうですよ、うん、でもこの流れに乗じてさ逃げるやついるよね多分。ああまあいるだろうね。お客さんは入れてこのまま。まあめんどくせえってなるな。橋本くんがもうすでに帰りたかった。嘘。俺橋本くんとちょっと話さないといけないことあるんだけど。そういうのを鳴らすための亡霊から橋本くんはもう帰っちゃった。いやだからいやそうだ橋本くんとは4年間口聞いてないから。ヤマトが
いなくなったらもう流れ返すの終わりだよね。終わりだよ。山津さんがいなくなったらもうただの修羅場になるしかないよ。うん、なんでそんな揉めてんの4年間も。ね、いろいろあったんだって。いろいろ聞きたいんじゃん。じゃいろいろあったんだよ本当に。はしょりすぎなあ、みんないろいろあったんだよな橋本くんとはな。うん、いやこういう機会ね、うん。いやだから話さないといけない。意外と NG 多いね。意外と多いよ。だから呼ばれないんじゃん。うん、そういうのは解消してった方がいい。いやだから今日話すっつってんの。でも橋本くん帰ってよ多分。帰った。じゃあまあ引きずるよ。終わらない。じゃあ来年持ち越しだよ。来年越してくる。うん、俺水かけてねえからやめろよ。来るって結構レアだな。えこういう集まり。いやめレアレアレア、レアっつうか復活したの去年じゃん。超レアだから、うん、橋本の頭に水かけたの俺じゃねえから、うん、そこの店だよそこの店。それこそ今映すよ。そこだよそこの店だよそこの店。そこら辺の店、あのニコバーの、ニコバーまだあんの？あるやろ。あるんすか？スイキャスでやってるもんね。へえ。中堅。いや俺橋本くんと今日腹割って話すからマジで。橋本くんと。帰ったって多分。いやもうマジでどっちかの前歯なくなるまで話すから。帰ったマジで本当。ね、ありがとうございます。今日ワドを癒やさず2人ぐらい帰ったから。何や俺のせいで2人帰ったの？誰誰橋本くんと誰。ちょっと そこはあんまり劣る。何2人帰ったって。いや嫌われても関係ねえから知らねえよ。あたしちゃんも帰っちゃった。あたしちゃんは俺のことをさっきあれだもん、ニコ生からのリスナーですって言ってくれたもん。キャリアが違うんだよゴキブリとは。ゴキブリとはポットでの捨て頃バブルのポットでのゴキブリとは違うんだよこっちは。バブル1年8ヶ月うるさいな本当に。引っ張るななあみんな。ポットでとは違うんだ。ありがとうトランプ。ありがとう。ほっぺにやらしたのワドが違うよやめて。あ本当みんないいからここ俺が払うから。え？俺が払うから。何でまたあそういう作戦？俺が払うから。あ出た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 。何何何何何急に。違う違う。何そんな話してないから今。何今？今なんか俺が出すからみたいな。どういうこと？みんな見て証拠だからこういう何の脈絡もなくいきなり金出すとか言って、これ後でぐつぐつ言うから俺に恩があるのによとか言って3年間引っ張る持ちネタだからこれ。あいつはよ俺がよ可愛がってやったのによって。出ちゃう。今なんの？何これ？わかるわかるわかるみんな。みんなわかるこれやばいよ。これ出さすからいいよ。出たよ出たよ。気前がいいな木本つって。ダメ騙されたらダメだよみんな。何取り込まれてんの。みんな何好感度上がってんのみんな。気前がいいっつってドルさんかっこいいみたいな。ダメだよこんなタクシー代ごときでね。これ3年間引っ張るネタだからダメだよこれ、これトラップだから。シントどこだっけ。えまだまだまださ、まだ先突き当たりっすね。あの縦花ビルって書いてある。あそこっすね。あはい、はい、ドレ財団。お前らちょろいな。うわ急に囲い始めた。どれかっこいいとかドレ財団とかドレさんだぞ。ほんと閉まって。いやいやもうこれ騙されたらダメだよマジで。ずっと言われるよね。え財布持ってますよね。大丈夫っすよね全然。そこまで言うな。なんなんマジで。うわ反転した。好感度上げやがったどれ。これいいですかね。はい、うわドレさんいいんすか。ドレさんいいんすか。うわかっこいいドレさん。これ財布出すの。うわうわかっこいいドレさん。ごちになります。ごちになります。ありがとうございます。うわもう1000円出してるじゃんドレさん。ドレさんの囲いになる。ドレさん素敵。ちょろいなお前ら。ドレさんありがとうございます。お釣り結構ですから。うわかっこいい。え、ちなみに運転手さんお釣りいくらでした。50円。ダッサダッサ。大丈夫っすよ大丈夫っすよ。いらないっすよ。ダッサ50円のくせに50円でお釣りいらないって言いやがった。ダッサマジで。
見た今の見た今のダッサマジで本当に中入ってないどういう状況なんだそれいやもう入ろう入ろう入ろうドリさんありがとうございますありがとうございます一生のオンにみんなみんな困るな本当にあと兄さん兄さんいやドレさんのおかげでここまで来れましたからいつまでも兄さん兄さんって言ってたらダメだね金払いいいでしょこの人本当金払いの SY いいんだ面白いねショートコントでした、はい、ショートコントタクシーえこれ配信回して大丈夫なんですか配信 OK なんですかなんかいいですかオーナーありがとうございますいっすいっすなんとゲームやってんすかやっとさんゲームばっかりおさですおさですおさですいやドルさんね金払いいいよいやこれがねやっぱ六本木の処世術ですよ六本木ゲー配信者、うん、いやノリコから許可出たから俺一番一番もうノリコのノリコ姉貴のよっさんめっちゃ嫉妬したよ、ことがあるんだけどマサヤとしげ込んだ、さっきね、マサヤが誘ったからねそれでごねてよっさん全然来なかったんだよマジっすか1日10時間マサヤ見てんねんことか来ないといかねそう、ことかがことかが来てるんだけど、こっちで合流すればって言ったんだ電波 OK 電波 OK 電波 OK ごねてんすかあ、ありがとうございますお茶バケモテンソンプリはい、ビールでビール飲み放題と3ミントチェーンしますか飲み放題で飲み放題、はいえ、2時間いくらでしたっけ2時間がチャージ込みのあ、来てる、エビちゃんも来てる2時間いや、もう飲んでるよ、私私、お前、真っ赤ね、これエビーエビーじゃねえ、俺、ジュースエビー、ありがとう、先生やっちさん、飲み放題3ミントチェーンしますか私ちゃんも飲んでる飲み放題いくらだって飲み放題1万円なんで、500にチャージ500円に消費税かかる感じに2160円誰ドリンクでいくかな、まあまあ、1時間でドリンクいくなんでもあるわけでまた1時間でまたワンドリンク、はい、じゃあそれでなんでもあるわけことかちゃんのお土産と私の土産が違う分かったよ名言トマトジュースある分かったよでも開いた瞬間開いた瞬間たまたまね当たり前か分かったよ私さ1年も経てないもんだっていやでも年数関係ないよ配信1年関係ないよ俺だって1年4ヶ月だもん1年4ヶ月えそうなんですか、うん、ツイキャス1ヶ月あそうなんや、うん、関係年数じゃないと気持ちだから気持ち気持ち次第だね気持ちがあれば気持ち次第だ入ったら必ず戻ったいらっしゃいませあーすあ、見えないよみんな来た大量の差が受けるちょっと塩対応になってるのねマジ文章さだって冷たくないんだけど、ね、逆に喋ってるだけマシなんだ俺が無視した方が辛いどうしたんそれ嫌いならない嫌いじゃない好きじゃない嫌いならない嫌いじゃない嫌いじゃない嫌いじゃないごめんね大丈夫目指してきちゃうキャスターフリーのやつ普通はごちゃんだバカだよ一人なかったんですよ選択肢あ、とろけるちゃんとろちゃんとろみちゃんとろみちゃんあれレイター可愛い俺の方が可愛いからなめんなよマジで俺の方が可愛いからここで一番いる中で一番可愛いの俺だからマジで許さねえ俺が一番可愛いなあみんなキャワワって書いてキャワワってふざけんじゃねえよお疲れ様でーすあーお疲れ様でーすお疲れ様でーすそうでーす、ケビー、ケビー、ケビー、みんなケビーあ、じゃあしたらノーマルでいいの何ちゃんですか、たまちゃんですか俺が一番可愛いよとろみちゃんと何さんのゆえちゃんなあ、可愛いよなふざけんじゃねえよそしたらスタンダードなんだ、グワワって他にあるあの、サンタさん、サンタさん、ノーマルあれ、ドルさんいないドルさんね、外にいたよえ、なんですかケビーありがとう、マルふざけんじゃねえよ、ほんと女の子しかいないここここれもう振りだからねさっきのタクシー代振りだから、はい、さっきのタクシー代もうずっとオンに着せられるからね覚えとけよ振りだからねあいつはよってあいつはいつもよタクシー代も全部出してやったのによ生意気だよなおい生意気だよいや結局は向こう見てるじゃん女性陣が向こう見てる感じだから誰電波ある
誰ハウリング映像電波問題ない大丈夫誰下手くそ大丈夫電波問題ないエビです今のハウリングエビです大丈夫電波オッケー大丈夫かかってるじゃあありがとう今度大丸持ってきてるいいなこういうのは最近で買えるじゃないか髪のこれ折りたたみこれさでもいいなめっちゃいい教えて教えて送らせてそう、この台ね、台この台三脚とパソコン用ジュノンボーイ映ってるあ、よかったすごいねあるんだよ、携帯の三脚ガンモさん、ありがとう神さんはどつ何でもあるんだよ、いや、欲しいもん、何でもあるんだよ逆に欲しいものがなかったらそれを作ったら売れるから何でも思ったことは大体ある女子会になる俺がいるみたいな何なの女子腕時計、うん、ガガミラーの感じで俺が入っちゃってこの中配信でこのくらいなうわ、長えありがとう、トランプありがとういや、パソコンじゃん、本物だよいや、長いガガミラーすごい全部ニコ生ってことですねニコ生ができる前からやっぱほら、ケイスケ本田と同ランクだから俺知らないケイスケ本田とみんなも酒飲んでね、KB、KB、KB いや、すごいんだけど、9年すごい、レジェンドだ、ほとかちゃんありがとう、楽しみですすごい、すごいほとかちゃん、前に公開してんだもんねあ、28歳酒俺、こっから長いよこっから永遠といけるよ誰だあの俺、酒飲まないから酒弱いと思ってるでしょもう、あれだからねぶっちゃけさっきの店30杯飲んだからね30杯飲んだから余裕だよ俺だってもともとバーテンダーだよ吐かない吐かない余裕いや強いよね昔から俺のリスナーの人は知ってるよ余裕余裕いやみんなに飲もうみんな飲んでいやずっとこんな感じだよ俺はねこストティーじゃんすいませんストティーではいはい酔わないストティーハイですかはい、はい、俺がだって一番飲んでたの17の頃だもんストハイかストハイでストハイでレアだよレア、はい、酔っ払ってる俺見るのレアだよめちゃくちゃレア珍しいね酔っ払ってるねやらないで一杯目からもう放送したよレアヨッパだよ大体なんかスロットの写真にしてくれたなんでやってほしいなぁ見たことないギャンブルがもうたくさんあるからあ、ギャンブルの写真になってあれえ久しぶりだよあ、ギャンブルさんどうもあ、ギャンブルさんですあーわーそうそうそうこれさ、座り方ちょっとあまあ大丈夫でしょ、あと3人いや、酒はやっぱ楽しく飲まないとね誰と飲むかだから誰かと思う深夜と何を飲むのかだから誰と飲むのかまだやってる大事だよ。大事。ちょっと失礼ですいません。団体で。やだ。こんなのとかあったじゃないですか。ここね、キャバクラみたいな。あ、ちょっとね、ちょっと。のりさんバーの経営者ね。こっちの方がいいね、カメラね。声遠くなるけど。これでいい。あ、あ、あ。ドレッシーどうだよ呼んだんだよトランプありがとうだけど今日そう呼んだんだよえなんでトランプありがとうありがとうトランプありがとう忘年会来てよいいのかみんな簡単にいい感じじゃあこれで飲もうか店長何してるんですかありがとうトランプありがとうそれで行こうそんな配信者なのに俺だけ入ったわけわからないいいじゃんこれめっちゃ俺だって配信者じゃないみんな配信だってね、わけわからないやつ作ってるみたいなここすごい絵になるみんなこんな感じだから今アイラ知らないすげー並んでるで、とろみちゃん、とろみちゃんもやるわけでしょ、今とろみちゃんは何全員同じあ、ニコ生なんだなんで今ニコ生なんかやってんの例えば配信者儲かんないよね
はい、KB、乾杯、KB、みんな KB。大丈夫。この前、化粧品緑でした。16年間興味だったの、すごい。で、放送をきっかけに勇気をもらってる。すごい。16年間興味が、毎日長男にした、何したの？むくんでるね。すぐむくむんだよ、俺。カズ軍曹、カズ軍曹、今一番乗ってるカズ軍曹だ。時代が来てる、持ってるよ。むくんでるね。それが家を出ない。ヒロのレクホ、キャバクラ見たことある？それはね、引きこもりなんで、月1回でしょ、外出が。キャバクラがせんだよ。普段綺麗なのにね、だってほら、そこでほら、扇風機おばさんみたいだったらさ、何だか分かんなくないけど、すごい良し、綺麗な扇風機だから。でも、なんか、むくむよ、すぐむくむ。竹抜いてるもん。すごいわ、配信。やばってことそこ立つの。でも、しばらく飲まない。立つもないよね。綺麗よ。顔出してたもんね。ブランドリーフでこれか。飲み物が良かった。フリーやで。フリーやで。そう。あ、でもすごいわ。16年間こもってたんすよ。いいじゃん。そういうのやめよう。なんか引っ掛けなんだよね。お酒飲めないし。なんで配信始めたの？子供か。逆に。無理やろ。テンポ。自分が頭無理っすよ。やばいぞ。俺の頭入ってないっすよ。あのさ、グーグル検索とかレッサー開いて。トロミちゃんが頭、トロミちゃんの頭がとろけてるから。ダークラムどこに行くの？クロームで、再生スピード。ダークラム、頭がとろけてるから。回線、回線、あ、プロイからスピードテストして、スピードテストみたいな。そういうことか。頭使うために伝えるから。え？どんにこ？キーボリはスマホで作ってる。そうなんだ。無事。あ、ごめん。大丈夫か？なくない？そうそう。ごめん。これどこでコースがいいかな。それで、キーボリはえ？うちからコーラだから。あ、いや、グーグルの方。ラグコーラ。これでマイできる感じ。トマトジュース飲まないの？トマトジュース飲まない方がいいのかな？トマトジュース飲まない。絶対こぼす。こっち行くから、こっち行くから。何だろう？かっこいいかな。ここありますから。しかも割っちゃったし。こことかっちゃって、こっちゃいろいろあるよ。トランプありがとう。トランプありがとう。いろいろあるよ。ありがとう。長くやってりゃ見れてくるもんもあるんだよ。でよさ、ここ間のほうがいいっすもんね。これもうワンドリンク終わってしまって1時間飲めない。うるせえか。どうでかって。こんなん嫌なの？嫌なの？ノルさんいるよ。ノルさんいるよ。これ普通にないやん。うるせえだ。いるよ。白のズボンだった。トランプありがとう、白に。黒のズボンでよかった。いいよ。ここでなんでやん。水ちゃんとくっつくのと。やらかした。ここでええやん。じゃあくっつく、水ちゃんとくっついて。いや、くっつかないよ。酔っ払ってないけど、小田さんの横はまた違うじゃん。でもね、俺スマブラ朝までやってたから、ちょっとね、意識朦朧としてんだよ。どうじゃない、どうじゃない、やんないの。来るときから倒れそうな。携帯は？携帯でやりましょうかね。携帯でやった方がいいんだろ。酔っ払ってください。小田さん優しいっすね。全然優しくないよ。ゴミだよ、ゴミ。こっちまで聞いちゃってくれてさ。ゴミだよ、ゴミ。全員は聞いてないよ。やばいんだよ。ビール、しょうがないよ。ビール、しょうがないよ。トランプありがとう。イベント9位、しなみさん一人で爆投げしてくれたかんだよ。しなみさん20万以上使ったかんだよ。いや、みんなも投げてよ、ほんと。一人の花火師に投げさせないで、みんなで100円投げてくれたら人生変わんだから。俺、ここにいる全員が、うちのリスナー全員が毎月100円投げてくれたら、俺月収100万超えっかんだよ。ダメ？山
か恥ずかしい。あーまあ飲め、ありがとう。ありがとう、ガンボちゃん、いただきます。ガンボちゃんのおごりで。ありがとう、ありがとう。はい、ゆあちゃんとことかちゃんの料金を予算のせで、はい、はい、はい、あの、1個目のやつに、ゲーム、ガンボちゃんの方が、まずいいよって。事件起こったら、起きないし。あ、予算さんの分だけで。なんかね、え、だから、好感度上がってる。倍利用、倍利用。ありがとう、ポーカーありがとう、天狗姫ありがとう、ありがとう。いや、みんなのおかげだから。みんなのおかげだから。ずっと家にいる人がハイボール。めっちゃ平和って。それでハイボール、エビちゃんも、全部エビちゃんも予算で。全部エビちゃん。いや、人数分出すから同じ料金で。そうだよ。エビちゃんの予算で。一部の花火師に負担させてるっていうのが、いかに恥ずかしいことか。分かった、ありがとう。一人が100円払ったからさ、月収100万超えるの。トランプありがとう。よいしょ。誰がでやっちゃう。昨日俺やったのクレーム1個だけ来たよ。1個だけ、1個だけ。キャバ嬢はなんか楽だよねみたいな話をしたっていう。なんか言ってたよ。調子乗ってないから。調子乗ってない。してないしない。乗ってない。予算乗ってください。予算ならマスターでいいんだけど。ハイボール。フリードとかキャバとかやる人は別に気になってない。納豆でいいなってこと言ってたよ。言ってない、本当に言ってないけど。俺と去年バイリンしたことだよ。そうだ、お世話になってるから。お世話になってないなんて。じゃあ、臭いの。なんかメニューもらったことか。ちょっと待ってください。言うことはない。わかる、俺だって。ああ、予算、なんか今日いつも臭いですよ。いつも臭くないですか今日。メニューはトランプありがとう。本当は今は偉いよね。今偉いよね。あ、ポンパーな、ネットアイドルだからな。元祖ネットアイドルだからな。酔っ払ってるよ。スマブラバッタやってるから。めちゃめちゃ珍しいよ。初見さんいらっしゃい。こんばんは。酔っ払ってるよ。いや、酔っ払ったらダメだ。酔っ払ったらダメだ。酔っ払ってるよ。パンパありがとう。ハイボールとオレンジです。いやいや、一人がみんないるけど。ハイボール3つ。みんないるけど。とりあえず最初のハイボール。さら1本。とりあえず最初のハイボール。俺カウンターが好きなんだよ、カウンターが。カウンターで。皆さん、皆さん。ちょっともう飲み始まってるかと言いますけど、今日は二次会、予算忘年会、またちょっと仕切りたいと思います。じゃあ、お疲れ先生。お疲れ先生。やつを飲んでるよ。俺トマトジュースしか飲んでない。え、やつを飲んでない。飲んでない。飲んでないの？トマトジュースですか？やつを飲んでないって偉くね？トマトジュースしか飲んでないって。ありがとう、しんちゃんママ。ありがとう。エビちゃんいるよ。エビピラフちゃんいるよ。俺も1枚で。ピラフちゃん飲み放題で。そうするとドリンクの飲み放題できる。そうするとドリンク飲み放題にして。仕切るだ。俺考えちゃう。飲ませろ。飲もう飲もう。一緒に飲もう。調子乗ってない。やべえ、絶対むくむ。あったパンパンになるよ。そうだそうだ。あれ分かんない。そうだそうだ。ありがとうね。石川と藤沢の予算。誰を決めた？予算。そうだ、エビピラフさん。ヨッサンか石川さんかナナちゃん。トランプありがとう。俺はゴミだよ、ゴミだよ。俺はゴミだよ。何が悪いの？ヨッサン、さっき話したよ、たくさん。橋本君と仲直りしてほしいって。よさ優しいよ。こま。あのね、皆さん知らないと思うんですよね。帰んの？帰んの？帰りました。おはようございます。あ、帰ります。どうも。朝ドラゴンボール一緒に見に行ってきて。どうも。
あ、さあ、どうした最悪のハイボール、スリー、レモンサワー、どうした生でるから、タイミングがあったら。ほんと、タイミング。わかんない、外うろうろしてるわ。もうすでにまあまあ出るから。レモンサワー、帰んないで。新宿から帰んないで。うん、なんか、この辺うろうろしてるから。わかった。うん。じゃあ、また後でね。ゴーズオール帰る。今ないよ、俺。今ないよ、みんな。俺ない。ハイボール、スリーです。じゃあよっさんの忘年会なんだよ。配信のキャラクターとあるから、もうちょっと誰か野田さんに振る人が来ればいいんだよね。知ってるやん、俺。誰も振り切らないから。知ってるやんか。じゃあ、なんで野田さんと喋らないんですか。なんかあれよ。いや、ゴミだよ、ゴミ。いや、ゴミで何が悪いんだよ。ゴミで何が悪いんだよ。ゴミじゃないって言ってる人間の方が俺はゴミだと思ってる。僕よっさんまともな人間なんてどこにいるんだよこの世の中見て自分のゴミがゴミだっていう自覚がある時点でまだまともだと思わねえゴミだって自分で言えねえゴミの方がよっぽどクズだよ丸本さんいらっしゃいいや楽なのこれいや違うよ自覚のないゴミが一番立ち悪いんだよ僕は怒ってないよ俺はゴミだよよっさん怒ってない怒ってないよっさんご機嫌に回ってるよはぐれもんだから今キャップ閉めて右下のワイプありがとうデビさんデビ何をやらせる意味よさああのあそこでシャワー取ってもしゃあないから行かなあかん自分がゴミじゃねえと思ってるゴミが一番立ち悪いんだよベビーバーテンダーみたいなことになったあれはガチだっすねネタじゃないもう笑ってますいい酒を飲もう何そんなアンケートみたいな寝たんでしょ寝たけど本当に上げてランキングあれは本当に寝ちゃったっすランキング上げてくれあじゃあマジっすねネタだったらちょっとやりすぎっすよねそうそう失敗したから失敗しちゃったからいやじゃあだからほらもう一番かたんぼそう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 それが受けないきちゃったから飲もうネタじゃないっすよねガチっすよねあともうガチって言ったんですよねいい酒を飲んでおヒョンゴありがとうセンキュー気づけなかったごめんごめんなこれ似てるんやって相手が出たないか出たないかヤンゴありがとうねセンキューあれはでも中学になりましたねあんまり出たい出たいそんなもんだから配信で見てるのでいやベロベロだよほとんどネタだベロベロどっか絡みに行きまくるから絶対弱火でね弱火でちょっと見ながらチリチリ見ながらさっきも絡みまくってたからな。なんやったら。ベロベロだよ。誰かいます？チャンピーいないよ。チャンピーいないよ。ありがとうガモさん。おお。どう？ケビ。ガモさんケビ。ユーチューバーユーチューバー。ユーチューバー。笑ってるやつには勝てねえから。笑ってるやつには。おお、やつありがとう。いやでもすごいわ金はあの世に持ってけねえぞ女の子が可愛い着てるさすがよっさん着てる女の子がみんな可愛いああそっちはいだよえカズノさんがいるブスがいないヤマさんがヤマさんいやいいからヤマさんこれ何ヤマさんこれカズグンさんっぽいいや僕ないよコーラいや赤とじゃあフルコちゃん可愛いよフルコちゃん一番可愛いあーっとっとハゲちゃんもハゲちゃんもでもちょっと似てるフラちゃんも似てる似てるよベロベロだなんで一緒よハゲないんだけどここからどうなるか俺は分からんねえ関さんねこっからさんまた会いたいね配信関さん一回しか撮らない配信中だけど今あんまりにも盛り上げないから切るから俺今のエビちゃんじゃないコトカだ普通に今日という日を楽しみに俺はあまりにも盛り上がらんかったらあれバブルトだいベナさんみたいなそう仮のやつあいまつっか俺ハゲちゃんもえハゲちゃんもハゲちゃんもうわーありがとうございますちょっと行けなくてごめんうわー全然ごまかいしてすみません。すみません。配信聞いたことない。あ、いいですね。じゃあここ座ってください。マジですか。はい。この成果。結構なんかおしゃれ。パッションない。それだから山さん。ああ、山さんの。いや、これ行けなくて本当ごめん。いやいや。行けなくてごめん。いや、あの。いや。
スノマホやっと。やっとブルカチさん。あ、そうなんだ。いや、声かけてもらった。ドレさん嫌いな人多いね。変えちゃうな。あ、そうなんだ。そうなんすか。え、あの DJ の？いや、違います。ドレさん嫌いが多い。あ、嫌い人か。ヤマト嫌い。いや、全然嫌いな人じゃない。ハイボール。ヤマさん。こんだけ配信者おる中で。ほんまに。いや、今パッと見て、いや、いらっしゃるなと思って。まさやね。いらっしゃるね。ありがとうございます。めっちゃお金持ちそうな人です。遠藤さん、アイテムやってる。お疲れでした。山さん僕もアンチが欲しいです。アンチ99%ついてる。何を飲んでないんだ。いや、でも、あ、すいません、ここは結構なんかアンチを抱えてる方が多くいらっしゃる。まあでも、あ、まあ、まあ、まあ、当然難しくないと思いますけど、まあ、ご承知の通り。何か、山田さんと会うのすげえ久しぶりなんだけど。お久しぶりですね。どうもありがとうございます。ちょっと乾杯して。頼まれました。今これから飲み放題と単品があるんですけど。あ、そうですね。飲み放題で乾杯しましょう。ナイナさん、ペペイ、皆さんもペペイ、皆さん、とりあえずブレイクフルーツサワーください。1500円の方でペペイ、ありがとう。飲み放題のやつ。僕もあんまりこっちには来なくなった。嘘だ。はい、飲みましょう。飲みましょう。明日仕事休んじゃう。山田さん、飲みましょう。現金で暮らしてるから僕なんか毎日休みですから。いや、山田さん、議員ですよ。あ、もっと今は違います。船長、もうやんないですからね。大阪県の入らないあたり。僕今これやってるぞ、カメラ。帰りたくない。こんなことするんですよ。ちょっと行かなきゃいけないなと思ったりしますね。いや、まあ、やりがいはありますけどね。ダンスが見たい。やりがいあるけど、それこそ、まあ僕も知り合っちゃったっていうのがあれですけど、今今日ポネちゃんいないよね。職業で、いろいろこう、いろんな仕事してきたかもしれないけど、裏口とかよく言われることはよくあるじゃないですか。あの子、全然仕事しないわとか、あの人は政治的に受け付けないとか、給湯器とか給湯器とか、よくあるね、男で男。面と向かって、今日出勤したら 100% 絶対文句やれるっていうのは配信者と政治家だけなの。絶対意外な共通点。何を言おうが誰から言われるんですか。職員ですか。じゃあ同じ政治だから、共産党だから、自民党だから、絶対何を自民党系なんですか。自民党っていうか自民党公認です僕。だから自民党だったら、その演説、まあ、登壇して、はい、まあ、どういう流れで政治家になるんですか。僕はもともと、秘書とか、はい、やってたんですけど、これ言っていいのかな、まあ、バレてるかもしれないから。そう、だからちょっと来年1月からまたずっと撮っていこうかなと思って。あ、でも3ヶ月だけだ。でもそれは団体役員だし。おお、ファンタスティ君、ナイス。役をつけるために若かった。20代前あ後半ぐらいの時なので、ありがとう先生。まだあれだったから、まあ役つけるためにちょっとしてね。へえ、ありがとう。自民党公認になるにあたって、これも10期ぐらい。何を、白パーカーがレッドカラー。共産党と、共産党だけじゃないけど、また僕、公明党と近いんだけどね。同じ状況で、まあそこは親和性はあるんだけど、ハゲてみーじゃん。違うと思う。ハゲちゃまなんで、ハゲてみーじゃん。何をどう演説しようか、絶対やる。俺、あんちゃんだよ。あんちゃんだよ。絶対、もうね、そんな油みたいな、まあ党は皆さんご存知だと思うんだけど、何をどう言われるのか、文句しか言われないって言っちゃった、この時に。意見書とかの採択とか、絶対文句だと思うんで、北朝鮮とかの国民とか決めたら、僕の反対側の人からは文句言われるし、まあ、300円になっちゃって、受験料あげたんですよ。彼から聞いたら別に僕が、せめて、働いてる人の、お金から一般会計繰り入れ金といって、まあ、お金がどんどん、高齢化社会で流れちゃうから、せめて年間300円ぐらいは、ちょっと負担しましょうっていうのは、ほんまに。なんかもっといっぱいです。なんかでも生活保護からそういう人たちは別ですね。高い人から高くとって累進課税制ですから。やっぱ他に行ったりしますもん。でもそういうことすると
応もう事務所とかにはマスターって人殺したからね。ツイキャスとかね。あ、ツイキャスはいい。絶対絶対嫌いだ。レアで絶対嫌です。ツイキャスどうして？あ、でもそうしないと風邪ひいた人に病院行くなんて言えないじゃないですか。税金が垂れ流れですから3割しか負担しないわけですよね。残りの3割5分ぐらいは県と国と市でやってるわけですよ。でもそれも自分たちの働いた税金なわけだから、働いてる人たちは社会保険を払いつつも国民健康保険の国民の一般会計国民で金っていうのでたくさん面倒見てるんです。だから自衛官の原則って言ってその国民健康保険の人も多少ちょっと見ましょう、ちょっとだけは働いてる人たちに全部押し付けるんじゃなくて、ベロベロだよっていうのをやったんですけど、山津さんが政治家だってるのってすっげえレアじゃん。レアっていうか、いや俺か別に何も言ってないですよ自分から。これを売りにはしてないですね。めちゃめちゃ面白いね。ワドツでそれを結構やったらまあ来るんですよ。いやもう間違いない弱者いじめだと、はい、弱者いじめじゃない働いてる人働いてる人たちいじめなんですよ。なんで大阪さんこのままほっといたら、はい、年間もう元議員さんが今日からですか。よっさんがやんでるからそういうことを総理にはなんで向こう側に全員がバランスよくなるように僕は思ってたんですけど、はい、飲みますか。だからそんなね、俺も奥さんと大嫌いなんですから理想論だけ言うのは誰でもできる。みんな酔っ払ったらあかん。障害者の方々、子供、お年寄りは優しく何不自由なく暮らせていける社会を実現する素晴らしいことですよ。言うのかで、若者も食に困らず未来に希望が持てで、学費も無料で保育費も無料でお母さんたちは幸せに楽に暮らせてで、働いている人たちも生きがいを持って暮らせていける社会っていうのはもちろん僕も目指してますけど、もうベロベロっすわ。マジっすか。何現実にお金は、いやでも僕今ライブ行ってきたんですよ。大変なのは限られてるわけですね。まあそこは苦労しました今。でそれを言うと絶対文句。今日枠開いたら 100% 仕組みになってるから、それと一緒の感覚です。あんまり言うとあれか、みんな今日枠開いたらもうアンチだらけ。いやまあ来ないですよ。いやないですよ。だからその感覚と一緒。だから豆腐メンタルじゃ配信者も政治家もやれない。まあまあ下がれるから。もう一回復帰しないですか。もう一回政治やりたいってなんないですか。やるんだったら僕自民党からしか出ないんで佐賀県に帰らないと。なんで佐賀に自慢があるんですか。いや、あの移動命令書が出てきた。同じ命令ってなってるから、やってないから、ね、統一党とか、変えてって言われたら、会社のあの、みんなとりあえず順位だけ上げて、順位だけ上げて、僕が地元佐賀だ、これ上がらんなと思って、俺、配信切るから、俺のじいちゃんも自民党なんだよ、ファンタスティック。沖縄自民党初代総裁だ、俺、配信切るわ。自民党なので、楽しむ、普通に。入管法のやつは、あーって思いましたよね。水道はどうなんですか。水道は民営化ですか、はい、あれ民営化ってみんないいのか悪いのかとかいろいろ流されて反対とか言うじゃないですか。何が優先ですか。よく分かってない人多かったです。僕反対ですよ。明確に反対ですよ。水道和道さんは詳しいから分かってるかもしれないけど、一般の人って民営化にしてもメリットとデメリットを分かってない人が結構多いですよね。山津さんとしてはどうなんですか。僕は反対です。ファンタスティックナイスありがとう。ゆかありがとうね。でもいい面もめっちゃあるんですよ。例えば民営化するってことは競争化になりますから、ね、まあでも親方日の丸はないけど、でも僕海外のね、海外の参入が決まった時点でね、あの民営化させるっていうのはちょっと微妙じゃないですか。あ、わかりました。もらってるでしょ。
僕はだから反対だって言ってる。でももらってるんですよ。海外仕様麻生、麻生聞いてるか。麻生お前のことだからね。あ、じゃあもらってんだろ。いや違う違う、個人的なことじゃない、はい、自民党でね、よくお金絡みでっていう人いますけど、今はそんなこと、昔めっちゃあったんですけど、そうですか、今はもう、ないとは僕も 100% 言えませんけど、ほぼないと思うんですよ、雰囲気的に。あの党内のだから前は収賄とか談合とかたくさんあったんですけど、今は全く聞かなくなったんですよ。まあそんなことはマスコミにも知らないんですけど、いや俺ね、竹中平蔵をこの、あのね、パソナの問題をみんなに言いたいの。竹中さんは竹中平蔵が何やったのかだよ、この国で。日本で一番ね、世界中見渡して先進国の中でな、派遣社員がこんだけいる国ないかんな。ただすごい占いに行ってきたら、戦後50年間、70年間いろいろありましたけど、戦後その20年間、今から去っていた、まあ、1900年間ですね、1950年代から2000年代の中にかなりいろんな経験があったんです。ただ1990年代から1990年代初頭からイザナギ景気といろいろ景気はあって景気もあったことないけど、あの時はデフレの球だったの。でもその時までには世界の全ての景気っていうのはインフレの気温なんです。鮫島さんが言ってるだけやろ。今生きてる人で現役世代でデフレの気温を鮫島さんが言ってるだけやろ、あの体験した人で世界でいないで言ってる、はい、市場はあるんです。市場はあるんだけど現役世代デフレの気を知ってる人なんてもう現役世代絶対いないんですよ。でもアンチが一番先だから、事実絶対に。そもそもデフレの気を流すよね。関係ないないくもないけど、まあ、デフレの気とインフレの気もガチ勢の方がデフレの気両方あるっていうことはデフレの気ガチ勢のアンチだ。ごめんねくれない。デフレの気を経験したい人の体験したの日本だけです。金の小言の方がデフレの気です。俺の枠を盛り上げてくれてる。デフレスパイラルの気を経験までに日本だけです。だから今までの不況とは違うから全員の判断ないからいいんじゃないですか。で、利益の最大化を図るより債務の最小化を図ったんです。経済労働債務の最小化を図ったから銀行余剰金がたくさん残って国債として国家会計として個人会計、企業会計として国家会計として LINE だけ送ってくれるから、ね、だから、まあ、そこを見誤って相手にくれてるとは別だ。これが圧倒的な違いです。これが失われた20年と言われているところで、この20年が経ってやっと正しいかどうかはまだ今からですけど、少なくとも株価は戻ってきたはずですよね。株価も戻っても、でも庶民の生活水準は下がってるわけじゃないですか。そんな野党みたいな言わないでこれ戻って左だもん。いや与党、いや嫌いでもいいけど与党ではないけど確実に左だもん。あ、いいです。それはじゃあ説明します。ファンタスティックじゃない、ファンタスティック。個人会計、企業会計、国家会計の会計3つあるじゃないですか、マクロ経済でね。で、個人会計と企業会計っていうのはまあ似てますよ。儲ければいい、利益が出ればいい、貯めればいい。でもマクロ経済と国家会計が圧倒的に違うことが2つあって、それは造幣権と徴税権。徴税権っていうのは税金を徴収する権利なので、企業で言えば自分の利益を自分で決めてるようなものじゃないですか。でも税収があればいいってもんでもないわけですよね。みんな負担が大きくなって過疎分所得が低くなっているから税金を高くすればいいってもんではない。で、造幣権っていうのはお金なかったら俺らが1万円足りないから。造幣権は政府にないわけじゃないですか。造幣権あります。ある。でも政府は直接関係ない。政府の政府系発行したって事例ないじゃないですか。それはないです。
ないんだけど、基本的にその日銀の総裁の人事権というのは政府が内閣が持ってるんで、半分同じのようなものです。でも直接はないです。おいおい、直接はないけど、だから国会に日銀の総裁がその登壇するわけです。おい、あれは経済的に、その間接的に言えるのは日銀総裁だけなんです。政府が言えるのは、だから日銀の意向っていうのはほぼ、みんながアイテムで盛り上げて7割以上持ってると思う。俺はもっとベロベロにしようとか、ただ防衛権を行使して経済の実行性がないから、無料担保するためにファンタスティックくれた1人だけです。みのりがファンタスティックを2回くれてます。物価上昇率を 2% 設定したんじゃないですか。6位、その分だけ株価を上げるために造幣権を発行した。俺が6位でお前ら株価が上がったんですけど、株主が儲かる、経営者が儲かるだけで、俺が庶民の、ね、30年間初任給が上がってないってこの国だけです。逆に言うと大手企業、お前ら1位あるいは、公共企業で株価の上昇なしで、どうやって庶民の人の所得を上げるか。株価の上昇あるじゃないですか、はい、GDP も上がってるわけじゃないですか。上がります。で、30年間変わってないですよ、給料ペース。ちょっと待って、株価の上昇がなくて、どうやって庶民の所得を上げるか。所得を上げるか。所得を上げるか。だから、これは責任は自民党にあるわけじゃなくて、自民党やるわけじゃなくて、いや、俺はね、山本さんが言ってることって、で、株価を上げたから、そこから民間企業の責任でしょっていうことだ。そういうわけでもない。ただ、中小零細企業、まあ、今はもう消滅しましたけど、もともと民主党がやろうとしたことは、子供手当、あるいは地域振興券とかっていうのを自民党もやったりもしましたね。いろいろやったんですけど、国民の人に、まあ、いわゆる荒巻きというもので経済効果、俺民主党が正しいとは言わない、俺民主党主義者ではないから、分かる、俺は通常にした、うん、その建設業界から言ったら親会社、じゃあ俺がね、一番言いたいのは、俺は自民党しかないと思ってんの、この国は。で、自民党でいいと思ってんだけど、自民党が企業に圧力かけないと無理だな。自民党がスポンサー企業になってるわけだから、結局儲かってるのは株主経営者だねしょっていうことに対して、内部留保はすべてその通りなんですよ。内部留保っていうのは、今まで内部留保を全部、銀行に全部かけてたのか、これが問題なんですよ。これ分かりますよね。内部留保金がめちゃめちゃあって、それを利益の最大化を図るよりも債務の最小化を図ったがために、銀行の留保金がたくさんあるから、公共事業で国の方がマクロ経済的にやるのが今までの手法だったわけですよね。じゃないと GDP 稼げないから。でも GDP 下がれば、その分だけ全体の職業がなくなるから。結局 GDP 上げるとか株価上げるっていう話だと、無限から金を株価に投入しただけじゃないですか。違います違います。あ、で新聞に読されて、いいですか。いい話だった。いい話。いいですか。どうぞ。日銀から日銀は株、移民間企業に投資する機能を持ってる。あくまで民間の企業、奥菜なんかいらんの、日銀の国とか、ああいうところに、例えば八重山銀行とか、三井住友 UFJ とか、りそな銀行とかあるじゃないですか。あれ、元の銀行全部言えます。三井銀行と住友銀行があって、それが合併してとかって、それくらいしか残ってなくて、他の銀行は全部、あの90年代の時合併したんですよ。その時に、で、みずほとか UFJ とか、そうですよ。で、あれなんでこんな名前になったのかって知ってる人が多分少ないんじゃないですか。はい。で、問題はそこで内部留保金がめちゃくちゃ出たんですよ。さっき言ったで、銀行っていうのは誤解してる人もいますけど、ただの金貸しなんですよ、あれは。みんなから預金として、あれは BS バランスシートでいうと、銀行っていうのはただの、借金ですからね、預金は。だからもっと可愛い感じのやつにします。利息って言ってどうでもいいような金額に聞こえるじゃないですか。何十円とか金額によりますけど。
だ僕は17歳だったばかりなんで、そのお金を企業にしてまあ個人とか住宅ローンとかもありますけど、そういうところにカットして、まあ例えば 10% の年利で貸すと 1% の利払いの 9% が僕はハゲちゃんも向こうのままなんで、もしあの取り引きが見えます、全部債務の最小化を図っちゃったら貸す企業がない、で誰も借りてくれない、ゼロ金利でも借りないんですよ、ゼロ金利でも借りないし、預ける人はたくさんいて借りてくれる人がいなかったら銀行が破綻する、中小企業からしたら銀行に貸してくれって言っても貸してくんないんですよ、そこは銀行が貸さないんじゃなくて、ゼロ金利でも貸してがないんじゃなくて借りなくなるんですよ、借り手がなくなるんですよ、だって利息かかるわけですね、借りたら企業が例えば新しい設備投資しようとかその借りたお金は利息がかかるから、借りるんじゃなくて返す方を優先したんですよ、90年代あるいは2000年代初頭は、その結果銀行が潰れたとか、北海道拓殖銀行なんて潰れてワンヤワンヤなったじゃないですか、あの時に下ろせない引き下ろせないだとか、そんなことにならないように銀行が銀行の内部留保金を国債という形で、お茶爆投げるんやろ、買い取ってそう国債という形で買い取ってる、お前キャスターお茶爆投げるんか、投資先が民間企業に貸すよりも利幅がいいのが国債とか固い企業に買ったってことじゃないですか、そうですよ、でそうですよね、そうですよ、だからだから民間企業で僕はその庶民にまで所得までに落とし込めないから、だから国債なんじゃないですか、だから国債を買えってこと、いや国債を買うなんて、国債って個人国債なんて何割か知ってます、国債全国債の中で2割もないんですよ、いやでも僕は国債俺は持ってないから国債なんて関係ないんじゃないですか、その8割は、まあ、7割ちょっとぐらいは銀行からの内部利用金を国債という形で個人会計も企業会計も、いや僕が言ってるそこと、そこを法律で改正しないとダメなんじゃないのっていう話、法律改正してますよ、毎年銀行法が改正されてるんです、酔っ払ってるよ、規制金融緩和とかよくあるじゃないですか、銀行法のことですからほとんど、でそれを国債を発行額を増設するだとかっていうのが、まあよく言われる金融緩和と言われるような法案ですけど、でもその結果、その教授を受けるのは銀行、はい、レモンサワーください、じゃあエミのコメントは全部読むから、そんなツイキャスに切り替えてお茶爆頼むで、あよだから一つの赤字で銀行の利用金を10発貸してる人に教授してる原資ですよ、国家会計の原資は、銀行のに預けている人たちのお金なんですよ、で預けていますよね、だから銀行預けてないですよ、で関数預金だったら全く意味ないんですけど、銀行に預けてる人たち、まあ、たくさんいるじゃないですか、その人たちの原資になって国債の7割っていうのは円建てで、ドル建てでもユーロ建てでもないですよ、だって銀行に貸してる庶民の人が、はい、1000万つっても利子を受け取るわけじゃないじゃないですか、だから間接的にですよ、どういうことですか、だから銀行に預ける1000万1兆と預ける、はい、でそのお金の、ね、銀行のお金で、国債を買ってると、でどう国民に還元されるのか、原資が国民の人たちの利権なんですよ、はい、で企業に会計が伸びない、今やっと伸びてきましたけどね、こっちのは貸付金もで貸付金を、だから結局国債を銀行で買うで銀行、国債がからの利子というのは銀行が受け取る、そこですよ、銀行からお金を預けてる人にお金が返ってくるんだったら俺は分かるって、あどうやって還元されるかっていうこと、そういうこと、そう二重に還元されます、例えば国債、これからどうなるか、これからるけど、どっちも、いや、いいっすよ、いいっすよ、そうだね、例えば、すべての会計で使われるわけですよ、一般会計、振り出金という名目はちょっと難しいかもしれないですけど、例えば値上げをしなくても、済むことだって多々あるわけですよね、例えば国際国立競技場とかだって問題になったら、あれだって一般会計振り出金なんですよ、東京オリンピックだってそうだし、その誘致金だってそうだし、道路のお金、あるいは公共事業すべて、
教育費。おめでとうございます。あるいは高速道路の。テキーラよ。そのすべて行政がやっている警察官だから結局企業体が儲かるだけじゃないか。違います。企業がまず儲かってもらわないとその下の働く人たちは儲からない。もちろんだけどそれって企業の経営者の株主であったりとか経営者っていうのがまずはそこです。そう、ここが給料上げるっていう選択をしないそこは市場に任せるっていうスタンスじゃないですか自民党っていうのは。ただね、まあ、自民党になってからで自分が自民党の宣伝部でも今全くないんですけど、もちろん分かりますよ。有効求人倍率っていうのが出ましたね、はい、ただこれ何でやったかっていうと有効求人倍率は今 1.25 ぐらいですよ。でそうなるっていうのは、例えば100人に仕事探している人がいると、マジですか、100人募集している人がいると170人勤められる。そうだから一人以上だってなんで勤めないかって言ったら、まあまあ、多分生活保護の方が今より違う違う逆逆誰も今、まあ俺なんかアマチュア全然知らない人じゃないですか。ああまあ、まあ、でもちょっとでいや今一人当たり 1.25 倍の仕事があるわけです。前はこれ1以下なんです。こうなると失業率がたくさんになりますよね。絶対どっかで仕事がたくさんあるっていうのはそれだけの仕事を出している。ほらこの時は資本主義ですから、株主なりオーナーなり個人企業でも中小零細企業でも同じですけど、仕事を出そうという人がいない限り有効求人倍率が上がるってことはありえないわけ。この国にはありえない。でそうなるとオーナーが儲かってるから次に2店舗目出そうかランキングでも、あるいはまあこんだけ儲けたから企業投資をして開発しようか、そういうことがないから求人っていうのは起きえないわけ。会社がなかったら、じゃあ求人なんて、それはそれで止まったりだから。でもそのフリーランスの人は明日また、それは別として、フリーランスの人だって会社から伝えていかないと仕事にならないわけだから、まずは会社に持ってもらうことが大事前提。個人が、個人がお金を持ったところで、貯金はするけど、そのお金で誰かの仕事が増えるってことは、貯金してる層がどこなのかっていう話。あ、その上の層。これはしょうがないですよ。ただね、じゃあそれをやるんだったら、相続税の見直しをするのが、これね、僕ね、財務省が一番汚いと思ってるのは相続税なんですよ。いや、財務省の役人とかだって結構よく言ったことあるんですけど、普通の人間だったら、相続税の何たるかって分かるんだって、1回か2回、人生が。じゃあ、ここ覚えてもらいますよ。親が死んだ、じいちゃん死んだ、もしくは、いや、違う、俺ね、山本さんのね、論点じゃなくて、結局俺が投げかけたことに関して、要は、実際、庶民レベルに落とすのは民間の責任だっていうことになります。これは自由主義社会なの。でも社会主義なんじゃないの。もちろんもちろん。だけどそこにメス入れない限り俺この国が、僕はだから生活保護がなんでこんだけ溢れてしまっているのか、あのね、結局得するからなんですよ。要は最低時給を底上げろって言ってるんですよ。今までばらまいてる企業の今上がってるんですよ。最低時給だったもちろんもちろん上がってますよ。もちろんもちろん下がってないですよ。もちろんもちろんもちろん上がってるのは重々承知なんですけど、助成金で、ね、その分を税金負担させる分だったらそこから取り上げて、例えばね、あのこれはね、その通り公務員だったら中小企業に今負担させろって言ったら無理なんですよ。違うんですよ。生活保護っていうのは、まあ、最低の生活ネットとか、まあ、必要なことは必要なんですよ。どっちも遊びで、僕あの病んじゃいますか、精神病です、生活保護ください、わこれはクソなんです、マジこれはうんか。だけど生活保護の若者の、自給率っていうのは下がってます。逆に上がってるのは高齢者ね。高齢者の年金をかけてませんでした、でも暮らしていけないです、だから生活保護ですっていう割合が増えてる。こっちが問題。本当に若者は働く、まあ若者だって
か障害とかあって、それは別なんです。それは別なんですけど、まあ、とりあえず政治権みたいなことは僕ちょっと大阪の協力を実際は俺はね、生活保護に別に言うことがあって、根本的な問題としてその生活保護を受けている方がワーキングプア層、要はパートタイマー、アルバイト、派遣採用をやるよりも得をしてしまっている社会っていう方が問題があると思ってますよ。あ、なるほどね。底上げろって言っていいですか。底上げしてるんです。ただどういう形 で最低時給の、ことだって上がってますし、例えば、働き方改革って言って、まあ、あんまりマスコミも報道されてないんですけど、働き方改革だって悪いところばっかり取り上げて、もっと働きたい人は働ける、例えば70歳以上でも働きたい人は働けるような社会実際できてます。で、今度、定年ももうちょっと上げようっていう話も今出てます。で、そうすると若者の負担が減るわけです。そこら辺をちょっと考えて、なおかつね、景気と運転が急って積み重ねはあんまり良くないんです。で、物価上昇率 2% ってやってて、今目標達成してるんですよ。 3% になったら 2% に戻し、 1.8% になったら 2% に戻すようなことを、まあ、今やってるんですよ。この通りに今言ってるんです。これバチッとバチッと 2% ですよ、物価上昇率は。で、それは消費税だとみんな嫌ですよ。木村さんもあってるんだけども、物価上昇率を変えられたっていうのはもっといい人だって言うの。 2% 上がってるじゃん。上がってます、上がってます。だけど、いやいや、庶民のレベルからすると物価が上がっただけが余計苦しくなるでしょって。上がってますよ、最低時給だって上がったし。で、ボーナスが出てきた会社だが、でもそれ所得税が上がるわけじゃないですか。そうですよ。所得税じゃねえや、税金が上がるわけじゃないですか。当たり前です。でも累進課税制だから、稼いだ分は稼いだ分だけど、稼いだら損したなんてことにならないですよ。100万稼ぐより200万稼いだ方が税金の割合はでかくなります。当たり前です。何がいけないんですか。仕事以外で閲覧100とかの人は逆に累進課税で、例えば10万円稼いでる人は1万円。僕累進課税に反対してるわけじゃないですよ。でもその割合は、なるほど、その景気が良くなってきたから。いや、景気は良くなってないと思いますよ僕。いや、景気は良くなってるんです、これは間違いないです。いや、GDP が上がってることと、 GDP って名目の実質も両方上がってるんですよ。で、しかも物価上昇率も 2% になって、で、最低所得は、え、所得も上がってますよ。どれくらい上がってますか。最低所得も上がってます。で、数字はちょっと今覚えてないですけど、上がってるのは間違いないです。下がってるなんてことは絶対ないですね。ただそれが所得の上昇率と物価の上昇率は、これはやっぱり可処分所得率も上がってるんですよ。物価の上昇率の方が上がってますよね。いや、みんな持ってると思ってる。物価の上昇率が上がってたら可処分所得率が上がるじゃん。物価の上昇に給料が追いつけてないんであれば、例えば物価の上昇が 2% 名目で 2% に設定しましたら 2% 上がってるわけですよ。2% 上がったら 2% 以上の平均値ですと、平均のその給与所得が上がってなければ、それは可処分所得が上がってるんだけども、可処分所得が上がってるの、上がってるんですよ。だから可処分所得で、それがじゃあよく言われるのが、共産党が恥かきましたけど、大手企業のオーナーとかばっかり儲けてるから平均したら鳴らしてるだけで、低い賃金のバイトとかは下がってるんじゃないですか。上がってますよ。上がってます。データ見てるから上がってるんですよ。 2% 以上上がってるんです。これもどっちかというと上がってる率は低所得者の方が上がってるんですよ。累進課税制だから。で、それを無理くりない理論でまだ追いついてないと思ってる野党はいますけど、とんでもないですよ。それは。で、その累進課税でいうと、その例えば、子供に共産党でやる。え？共産党ではないですか。共産党は言ってるんですよ。じゃもっとだったら俺はもう下がってるっていうことでは共産党も言ってないですけど、ただ足りないって、こんだけ上昇してるのにこれはおかしいっていうことは言ってますけど、もっと上げれるはずだ、もっと上の人たちを削って企業を
そういう風とか、やっぱりお金の人がを、例えば僕ね、一番悪だと思ってるのが、生活保護に使われてる金額、兆円じゃないですか、国家予算のプラス医療費4兆円じゃないですか。生活保護って、だから生活費でかかってる分2兆円ですよ。でも年金にかかってる問題とか知らないじゃないですか。年金はね、特別会計、一般会計じゃないんです、うん、はい、特別会計は、いや特別会計じゃない、一般会計が出てるじゃないですか。あの繰入金でね、一般会計繰入金が出てますよ。だって足りないんだもん。でこれがね、足りない額いくらかっていう半額です。半額足りてないんだけど、一般会計だから僕はその部分を削ってでもどうにかできるんだよっていうのが考え方。どうするんですか、どうやって削るんですか。やっちゃう。いやだからその年金なんてもなくて、ごめんね、だダメだったら生活保護受けろって言って、年金をなくが根本的解決にならないんですか。だってそこ部分の浮いてるお金の財政っていうのを、年金の浮いてるお金って誰や、その年金来たよね、マジで全部生活保護根本的ターゲットになってないじゃないですか。何ですか根本の根本。例えば年、生活保護っていうのは一般会計とかしてで、もう年金っていうのは特別会計っていうのは本来は特別会計がでね、あ、一般会計切り引きがあるのはそれで半分もあるんですよ。本来年金っていうのは今年金払ってらっしゃるお金と今受けてる人が釣り合わないと特別会計になり合わない、はい、で特別会計の中で生産させて回すっていう、その通りだけど足りてないから一般会計からいくら払ってますか。半分ですよね。でこれがね問題だって、一般会計の半分払ってる、まあ、そうしたらその通りで保険も一緒ですよ。でも一般会計の半分をやってる国家予算がお年寄りに金配ってるって高いっておかしいですよ。そうですよ。だから1人当たり3人とか4人とか、今から4人になりますけど、でもね、結局日本が持ってる財政の中で700兆円っていうのは金融資産動いてないお金である。700兆円内部留保にしよう、これあるに決まってる。だから内部留保にしようって動いてないお金ですよ。所得として財政預金があったり、内部留保にある株とか土地とか資産とか株とか含めたら1400兆円あるわけじゃないですか。でその人たちっていうのはもともと商業企業の役員とかに勤めてすごい年金もらってるわけじゃないですか。与える必要あります。ありますよ。だって企業年金とこの国民年金っていうのは考え方が違いますから。だってそう考えると、じゃあ企業年金っていうのは、まあ、企業が負担してるわけじゃないですか。バランス取れてるんですよ。で社会保険だってバランス取れてる。バランス取れてるどころか、働いてる人たちは社会保険を払いつつ、国民健康保険の人たちの年金ものも払ってるし、もっと言うと年金額だってそっちの方から繰り入れされてるわけですよ。だから働いてる人が一番罰食ってるのは間違いない。これは間違いないです。今ね、ベーシックインカムなんてとんでもないでしょ。もっと言うともっと増えるでしょ。いや俺ベーシックインカム反省派じゃないですよ。はい、ね、でも年金が一般会計から半分負担しちゃってるっていう問題っていうのはマスメディアも報道しないし、一般的にスペースで共産党はよく言ってるけど、多分一般的な認知として知られていない。弱者と強者の視点の違いはもちろんあるんですけど、人は違う。あのね、弱者と強者じゃないの。俺が言ってるところって違うの。違うの。この議論ってもっと深いところ。あのね、あの基本的には、まあ、いわゆるブルジョアジーとかね、その共産主義の人はいるかもしれないけど、これゴールドキャットさん根本的な間違い、ベーシックインカムにするしかないから、ベーシックインカム絶対ダメなの。なんでかっていうと、余計お金が持ってる人が有利になる。絶対に良くない制度、ありえない制度。この資本主義社会で言うと、いや分かる、とりあえず資本主義って言うんですよ。分かる。要は自民党のポジションというのはネオリベラルだから、資本主義社会だっていうの。違う、それはどっちかというと、資本主義社会っていうのは資本がないと仕事がないんです。資本主義なんだから、資本がないと株式会社が立たないし、株式会社がないと働ける人がいないんです。まあ有限会社とかそういうのほっといてね。じゃあ俺のねポジションで、本当的に資本主義向いてないって。日本が日本人が
じゃあ 何主義なの？社会主義ですよ。じゃそれも共産党が言ってる社会主義じゃないです。もともと共産あの米本位制だったの。何式の社会主義？ロシア式。いやだって今だって国家社会主義じゃないですか。完全に。でもバイのフセイン大統領ね、ロシアのが言ってるのは一番社会主義で成功した国は日本って言われてる。社会主義じゃないけど。なんでかっていうと、その全員が全員に働いて、まあ、社会主義の理想じゃないですか。じゃあ俺が言ってる社会主義です。それってだから共産主義でしょ。マルクス主義でしょ。全然マルクス主義じゃないでしょ。マルクス・レーニン主義なんて破綻しまくってるじゃないですか。ちょっとトリ。ケビ。いや分かる。いやリベラルだ。ネオリベラル。ネオリベ。昨日俺すいません、はい、はい、ご飯ください。ご飯ください。ネオリだ、新自由主義っていうやつね。これが新自由主義。要は企業がうまくいってるんだから庶民がうまくいかないのは企業のせいだっていう。そんなの政治で関与できるわけないでしょ。自由経済でしょ。これが自民党のポジションなんだ。分かったでしょ。今庶民の給料上がんないのは俺らの責任じゃない。よく分かったでしょ。いやでも山内さんが話してることっていうのはすごく重要なことだから、主婦の人とかも聞いた方がいいと思う。ちゃんと聞いた方がいい。ネオリベラルは本来左翼なんだよ。だこれが自由経済の慣れ果てなんだよ。慣れの果て。リベラルなんかクソなんだって。自由経済っていうのは庶民を殺すの。すごくいい話よ今のは。トランプお願いします。トランプお願いします。トランプありがとう。トランプありがとう。リス いい話よ、いい話よ。今のはすっごくいい話よ。すごくいい話。要は政府っていうのは企業に還元してると。で銀行とか民間企業がやってると。で民間企業っていうのに任せないと自由市場がないでしょって。そういうすごい深い話をしてるんだ。だけどそこにメス入れないとダメでしょっていうのが俺のポジション。アイス入れて1本でいいんじゃない？シャンパン入った。シャンパン入った。これあのシャーヘッドさんが本日同年代ということで、さすがより予想より踊りないシャンパンの声援をしてありがとうございます。よいしょ。さあじゃあ今日のお客さん、はいはいはい、中でエミグラフさん、ありがとうございます。開けてほしいですね。開けてください。なんかね、うちのオーナーがちょっとなんかエビグラスさん。オーナーの、ありがとうございます。
はい、まあまあ、まあ、開けますか、ね、じゃあそこちょっと押しといてもらってね、来年は多分集合して頑張りましょう、みんなで来年で、クリスは来てくれないし、来年クリスは来てくれないし、絶対来ないよ、天人になって、天人になって来ないし、天人になって、そんなグッドボールちょっと一言もらいましょうか、そんなグッドボール一言、3、2、1、皆さん今日お聞かせてくれ、ありがとうございます。じゃあ来た方1人ずつくらいもう聞いてみましょうか、はい、そういうね、エビピラフさんからそれ一言もらいましょうか、エビピラフさん今年の抱負、総額3人、今年の何ですか、感想、感想、今年は、はい、今年は最近の年でしたけど、今すごい楽しいから、まあ、いいかなって思ってます。よくありがとう。じゃあそれでは皆さん、ちょっとお手を拝借しますね。はい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 、回ったかな、回ったかな、ちょっと、はい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 、よろしいですか、皆さんお手を拝借しまして、はい、ちょっとお手を、いいですか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 、回りましたが、それでは四つさん乾杯の音をお願いします。四つさんと乾杯目です、3日乾杯、まだ10時40分、ニコニコの笑わら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 わ
ダブスメありがとう。ありがとう。アイテムありがとう。先生持ってまいりました。おい、いや僕3番飲めないです。うわ。水商売やってらっしゃったんですね。3番飲めない。いや一番致命的。致命的な。この後ココアさんさんとオフパコがあるからって大きな声で言いますけど、ないし、だって嫌いなのは分かりますよ。忘年会ですか。え、配信者の方シャンパン効くね。シャンパン効くよ。違ったんだ、俺の幻かな。山田さん来てください。マクロが届かれてんの。回る。バカ。よいしょ。逆に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 。むくむな。むくむよ。とっそったな。僕に行くさ。またスケベな美薬持ってきたわ。しかし皆さん、バットマンさんという方がスケベな美薬持ってきました。これ何これ。バットマンさん、ユアちゃんの何これ。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 そうだな、そろそろだ。すいません。パワーパンパン。ありがとう亀尾さん。いや俺もそうだなと思って。ありがとうありがとう。いやこれはいいです。モニターこれ使ってやるしか、モニターしかないよ。モニターだらけ。飲み放題でこれドリンク1000円ってなんですか。あの今日月の飲み放題にビールだと1000円かかるんですよ。ビールプラス1杯1000円なんだ。ビールに書いてあるんですけど、ビールプラス1000円って。それで、はい、じゃあテレビ画面ないとできないっていうこと言うの。 HDMI 端子を増やす。やばいじゃん。これさ、この端子を HDMI にできる端子ある。変換コネクターとかない。じゃあさっき話してたこの端子を、ここにはないと思うよ。これだけを買えばできる。よっさよっさ、領収書ください。はい、俺につなげ。聞くか。すごい。帰ろう。これ懐かしい。このライトとか前なんか言ったんだけど。毎回言ってますよ。あーセンスいいカルティエ。いやだってもう売ってないからねこれ。え売ってないですか。売ってないですよ。マジですか。かなり前に流行ってた。俺がホストやって
の時に払ったの。カルティエ女の子にこれ4人ぐらい渡した。カルティエ1枚帰っちゃうんですか。ヘイザーを回していただいてありがとうございます。またちょっと話しましょう。ぜひぜひ。高野さんぐらいですよ。でもいやでもいやいや、えもうリベラルだなと思いますよ。いや僕は経済のことは全く凡人で知ったかしてるだけですから。いやいや、すいません、知ったか議員の山本と言いました。いやいや、詳しい、ちゃんと勉強されてるよね。面白かった。いや、のんちゃんは家だから、家に、俺の家にいないよ。家に帰ってる。いやでもね、国をもうって。いやいや、本当にチャンスよ。素晴らしい。あの、弱者が弱者をいじめる構造をやめたいんですよ、僕。いやもうそれはもう弱いやつ、政治家になってください。なんない、僕投票しますよね。ザクサがザクサをいじめるなんてホッケーっすよ。まあ、僕みたいな人間が議員になったらもう日本も終わりですよ。いやでも僕なんだろう、自民党が間違ってるわけじゃなくて自民党がやらないとって思ってるんですよ。いや間違ってるっちゃ間違ってるけどね。え、なんですか。なんで、いや競技拘束っていうのが結構かかるんですよ。もちろん。あ、自民党の仕組みちょっと教えておきましょうか。お、ぜひ。自民党で一番大事なのは、政策は与党で決めるのはみんな知ってるでしょ。安倍さんの政策じゃないんですよ。安倍さんの政策もあるんだけど、あれはね、一番最高決定権が2階なんですよ。切れてて飲んでるんで、もうちょっとだけ待ってクラブの分。はい、実は自民党ないってことですよ。そうです。まあそれは安倍さん独自の面も結構あるけど、同じぐらい自民党の部会も、いや自民党の部会で回ってるんじゃないですか、今の日本。そうです。そう。そうです。そうですよ。本当にそうです。そうですよ。半分は、はい、全部とは言わないけど。いやだから自民党のいいところと悪いところを言うのであれば、自民党は いや党会、いや党システムが優秀すぎるんですよ。え？党のシステムが優秀すぎるんですよ。まあ全員出れますけど、いやそのオブザーバーとしては全員出れますけど。まあただね、それだけじゃないんですよ。外部団体からの要請とか結構ありますよ、やっぱり経団連、まあ、経団連がもう筆頭に来ますけど。だから経団連の言うこと聞いてる時点でもう終わりっすよ。でもやっぱりね、経団連っていうのはみんなのイメージって結構お金持ちの人ばっかで、経営者ばっかで、まあ、その通りなんですけど。受刑者ばっかっ、その通りなんですけど、はい、それと同時に、まあ、全国普通裏だからね、アムウェイのトップが経団連やってる時点でおかしいんだっつうの。いやそれは経団連言ってください。いやもちろんもちろん経団連の文句です。自民党に人事権ないですから。そうだけどそれが経済回しちゃって、同時に自民党っていうのは全国普通裏まで議員いるじゃないですか、うん、その末端の議員っていうのは、末端って言っちゃちょっとあれですけど、議員っていうのはその土地の例えば乗り業者だったり、そういう人たちの講演会っていうのは必ずあるんですよ。でそういう人たちの意見も反映されるのがいいところなんです。もちろんもちろん。だから地域の声の集約システムで言ったら日本最強は自民党なんですよ。だから自民党しか日本を変えられないですよ。だから農業とか、あるいは中小零細企業の人たちが7割ですからね。3割、2000万を超えるような企業の人たちって3割しかいないんですよ、うん、自民党って、うん、もうほとんど社長ばっかだっていう人が多いと思うんですけど、7割の党員っていうのは普通の一般社員だったりとか、そういう人たちなんですよ自民党って。いやだからね、これはね覚えていただき、いや結局、いや山本さんの言うことも1個正解なの。要はね、主婦がね投票に行かない、要は普通のニートが投票に行かないっていうのが民主主義に合ってないんだよ。投票率の問題なんだよこれ。ヤムさんが言ってること正解だよ。だってね、主婦だって、それは主婦の声だけを聞けば養育費無料にします、30万円から50万円出産育児金を高めますって、そっちの方に応援するに決まってるじゃないですか。だから言ってるのどこの党なんですか。そんな現実、要は政治に興味ない国民の慣れの果てなんだよこれ。それこそ詐欺じゃないですか。ただ、うんうん、ダメでしょそんな嘘言っちゃ。そう、はい、できれば自民党だって言いますよ、50万と言わず100万200万
ばらまきたいわけじゃないですか、うん、無理なわけです、うん、無理です、現実的に財源がないですね、子供は大事にするけど、ただね、そんなめちゃめちゃいい話だよこれ、めちゃめちゃいい話じゃないですか、いやめちゃめちゃいい話ですよ、一人子供産んだら100万あげますなんて言ったら、うん、いや産みますよ、いや産むじゃないですか、でもその100万円っていうのは税金ですからね、うん、もちろん、だから税金が何なのかっていうのを分かってないんですよ、誰かが払ってるお金か未来に残すお金かっていう、どっちかしかないんだから、いやでもね、さっきの山さんの言葉を借りるのは、自由経済採用してる時点で借金を肯定する国民じゃないと無理っすよ、まあでも全部円建てなんだから問題ないじゃないですか、何にもドル建てじゃないんですよ、じゃあじゃあじゃあ日銀の資本がどれくらい外国に買われてるかとか日本人知らないですよ、だそれも円建てですからね、うん、外国からの資本は2割入ってますけど、うん、国債においてね、それも円建てない、 100% 円建てなんですよ、何も問題ないじゃないですか、和道さんちが、うん、僕が和道さんの息子だとして、うん、俺のお金を和道さんに貸してるようなもんですよ、それ借金かなのかって、いやいやそうなんですよ、いやすごくいい話をしていて、山本さんが今話してることは何なのかっていうと、日本人が借金なんて負ってないって話なんだよ、外国に対して、そう、外貨に対しては何も負ってない、むしろ、ね、外貨に対してはめちゃめちゃ金貸してるんですよ、外貨準備資金で、そうだからそれをなんで言わないですか、自民党は言ってる、メディアが言わないしてない、マスコミの左翼ども聞いてるかこの野郎、お前らなんだ左翼、マスコミの左翼どもよ、お前らなんかルサンチマン か, だからいやこれすごく重要な話で、マスメディアの新聞社とかメディアの左翼ども、お前らがね、企業マスコミに着いた時、新聞社に着いた時、就職食いっぱぐれて仕返しか、お前らジャーナリズムねえの、これ宮本さんが指摘してることすっごい重要だからな、事実を伝えろバカ野郎、事実は伝えた、この国の自由報、ね、自由報道ランキング何位か、先進国の中ではもうほぼ最下位レベルだからな、ほぼ北朝鮮と同じ国だと思う、またちょっと、まあいいか、どうぞ、でもね、外貨準備資金を、まあ、日本たくさん蓄えてるんですよ、ドル、でも一人頭700万円の国債の借金ってよくマスメディアですよ、国民の借金なんかないっすよ、ないからね、あれは大嘘じゃない、債権者だから、そう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 、その通り、そう、ほんとその通り、だから違う、日本っていうのはどういう国かっていうと、金がダブついてるんだよ、金はあるんだよ、世界で一番金がある国家で、金が止まってるからこうなってんだからな、金使え花火投げろ、その通りでね、国民あたり1人700万円の借金がありますとか、でもあれを言ったら日銀じゃないですか、いや割ったらそうなんだ、割ったらそうなんだけど、あれは1人あったもん、700万円の借金じゃなくて、そう、財産なんだ、政府、そう、財産、政府が、そう、政府の借金と国民の借金は別だから、別、全然別、そう、全く国民に借金なんか1円もねえから、国民に金が返ってくるんだから、政府が国民あたり1人あたり700万円返さなきゃいけない、そう、だから政府の借金、だから行ってこいで、ね、1400万円違いますからね、そう、自分が払うのか自分がもらうのか、だけどその庶民には帰らないんだよ、国債変わります、帰ります、どう帰るんですか、だからその銀行に負担している分だけ返ってくる、自分にね、だって国債の原資は金利上がってないじゃないですか、だから金利じゃないです、金利は借りた貸した人でしょ、その要は預けた人が利息の話でしょ、利息も上がってるんだけど、利息上がってないでしょ、いや上がってる、上がってるんだけど、どれくらい上がってますよ、2000年代から上がったら 0.3% ぐらい、 0.01% ですよ、当時30倍ぐらい上がってるんですよ、でも1000円預けて3円でしょ、1年間だから苦笑いだよね、もんじゃだそうなんだけど、利息じゃないんですよ、返ってくるっていうのは、その例えば高速道路だったり、その保険料だったり、あるいは実際の行政サービス、全部、国庫支出金に関わるものは全部が返ってくる。間接的にね、インフラとしてってこと、インフラだけじゃないよ、自分の直接的な、例えば、例えば今は力入れてるのは子供があって扶養控除とか、そういったところでも返ってきてるんですよ、間接的に税の
所得の再分配と無理だと思う、分かんないと思うよ。直接的なことだはね、やらない方がいいと思うよ。他に何ですか、例えばなんか地域振興権とかよくあったら、森総理の森内閣の時代とかやったり、麻生内閣の時に、はい、給付金とか言いまして1万2000円とかやったでしょ。額は低い。それでも2兆だから、ね、72分の1。いや2兆じゃ経済動かないよ。いやだったらもっと、同じ2兆を使うんだったらもっと効率、政府支援の発行額マックスでいくらですか。40兆円までいきますよね。何政府支援の発行、いや振興券であったりとか、あ有価証券ですか。そうそうそう、まあ、2兆以上は余裕でいきますよ。なんで2兆とどめたのかって話、エコポイントだってやったし、いろいろありますけど、ただね、その2兆に対しての経済効果の支持率、その消費成功の話ですね。消費成功だからダメだったじゃないですか。まあだからダメなんですって。ダメダメです。で直接ばらまいたら結局ダメだっていう。ダメなんですよ。要は外貨に逃げるって話でしょ。だから留保金として担保する人がほとんどで、いや使わないってこと。そう。だってそりゃそうでしょ。だって今1歳の人とかに子供手当とかで2万円配ったとしても、2歳の時なんてそんなお金かかんない。庶民に金配っても留保されちゃうから企業に配るって話じゃないですか。うん、まあそうですね。でも結果的にそれがね、配るっていう言い方がちょっと語弊がありそうなんだけど、結果的に企業、いや俺ね、これね、会社すっげえ詳しくやりたいけれども、あの誤解がないように言ってるけど、反論してるようで実は山本さんの言ってること全部事実なの。で、政策として正しいの、間違いなく。で、結果としてもそうなってる。嘘は一切ついてないの。つまんない。何が総務省の統計で絶対出てる。そう、出てるから、まあ、山本さん間違ったこと一つも言ってないの。だから僕の意見が正しいかどうかは未来の話。いや、正しい。でもだけど言ってる事実はその、いやでも結局、うん、ただだって預言者じゃないんだから、こっから未来はだからどうするべきだの意見は言われて当然です。ただ今までのその過去の事実はその通りなんです、うんうん、過去の事実は変えられないじゃないですか。ねじ曲げようとしない限り、うん、もちろんもちろん。ただ未来だからじゃあどうしようっていうのは、うん、和道さんの意見もあるし僕の意見もあるけど、それが正しいかどうか未来しか分かんないから、予言者じゃない限り分かんない。これね、あの酔っ払ってない時に後日解説する、後日ちゃんとやる。山本さんの言ってることは事実なの。ただその今までの事実をちゃんと分かった上で判断するのか、そう分かってない上で投票するのかって、色眼鏡をつけて見たらガチャは本当にっていうのはまたちょっと違うじゃない。そうですね。だからまあ事実関係は一致してるから、もちろん。まあそれは和藤さんの意見は尊重します、ね。もちろんもちろんもちろん。あの今後はだからどうするべきだ。だからどうするべきだろう。それだって僕否定できないじゃん。だけどだからどうするべきだろうも結局投票行動なわけじゃないですか。票が動かないと自民党も動かないわけじゃないですか。結局。じゃあ庶民のレベルが動かないと、でもよくね投票率がどうのこうのって言われるじゃないですか。あれ僕そんな悪いことだと思ってない。まあ否定されると思いますけど、否定しない。なぜかというと、分かる、投票率が高くなるとナチスみたいになるってことでしょ。あってことじゃなくて、あのそれはだって国民全員を、まあ、騙したって言い方は悪いかもしれないけど、まあ間違った方向に向いたら怖いっていうのはあるんですけど、じゃ あのね違うんだよ。平和な国ほどね、あの投票率低いの。その通り。そう、それが言いたいんだよ多分。暴動が多い国とか混乱が起こってる国ほど投票率が高い。うわめっちゃその通りで、過去の投票率を全ての全世界見たら、内乱とか戦争中とかっていうこととか起きてたら、そう例えばワンチャンそれナチスの件をなんで例で出したかっていうと、その通り、第二次世界大戦とか第一次世界大戦の前だったから、あんだけ 90% 以上の投票率があったって言われてるの。いや本当、そう選挙の歴史とそれはね紐を解いたら一致するんですよ。そうあのね、国が内乱とか戦争期間中とかっていうのは投票率上がる。なんでかっていうと国難だから。そう
で、もっと近々の日本で言えば、だからポピュリズムに走りやすいっていう指摘をしてるの。いや、逆に言うとね、投票率が下がるってるってことは平和だってことです。その僕には政治は関係ないって言える幸せがある意味あるわけです。そう、政治が変わったら、例えば和道さんがこの党が政権取ったら僕殺されるとか、そうそうそう、俺の仕事なくなっちゃうってなったら絶対行くじゃないですか、一票で。そうそう、行くじゃないですか。僕だって行きますよ、まあ、僕は言ってますけど、政治に関係ないって言えないじゃないですか、死ぬんだから。実際起きてますから。日本で、いや、山さんが話してることはすごい大事なことだからね。ありがとうございます、山さん、勉強になりました。またに、はい、いや、あのね、米粒さんね、それについては歩きながら話させて、俺にね。まあ、またちょっと話します。ぜひぜひ、ぜひぜひ。ていうか、映画の件ぜひ、映画、あの、よろしくお願いします。あの、今度ご連絡させてください。はい、よろしくお願いします。またに、またに。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。勉強になりました。ありがとうございました。また、次失礼します。お疲れ様です。お次失礼します。お疲れ様です。ありがとうございました。またよろしくお願いします。監督、帰る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 、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あれっすか、セコロもまたセコンドっすか。今なんかいや、あのね、今山津さんが話したことすごく大事なことだよ。忘れたらダメだよ。山津さんが話したことは事実なんだよ。で、政治ポジションはあの対極にあるかもしれないけど、要は山津さんが訴えかけてることっていうのはあの何なのかっていう本質を見抜かないとダメ。でもね、やっぱり議員だわ、山津さんは。山津さん議員。のんちゃん見てる？ちゃんと帰るからね。ちゃんと帰るからね。あのね、ミュウツー460じゃないから、ミュウツーが個人の持ってる数値じゃねえから、あれ席の数だから。俺はそういう汚えことやんねえから、だからカウンターに座ったんだよ。あのね、あのそういうね、一瞬一瞬の数字に惑わされんだよ。本当に何年やってると思ってんだよ。そんなん席で予算の隣とかに座ったら閲覧なんか1000でも500でもいくわ。ことかは別だよ。イラつかせんじゃねえよ。みんなお疲れね。みんなお疲れ。いや、今の話を聞けないっていうのはもうまさにくだらねえよ。今の話を聞けないで、今の話をつまんねえっつって、キャーシャンパン面白いっつってんのをね、閲覧伸びるっていうのくだらねえよ。本当にそれが日本だよ。現役で議員やってた人もね、自民党の内部の話を聞いててね、そんな難しいからよくわかんないっつって、バカみたい、酒飲んで酔っ払ってるだけでしょって。海外は外人とか10代の学生とかね、19とか20とかね、20代の学生の留学生なんか酒飲んだ時まず話するのは政治の話だよ。日本人見てみろよ、日本人見てみろよ。女の話だろ、恋愛の話だろ、な、競馬の話だろ、くだらねえ。それが差だよ。山津さんが今何訴えかけたのか分かんないんだよ、バカだから。あんだけ一生懸命喋って、平和ボケだよ。いいんだよ、そいつらが苦しむんだから、そいつらが痛い目見んだから、ほっとけよ。もうバカバカしい。それが日本の民度だよ。トランプありがとう。なんかこの辺やってて、全然全然、現役の自民党の議員さんだから、あの現役じゃないけど元ね、現役の自民党の議員さんの話聞けたわけだから、で自民党はこれだけ努力やってんだ。あの山津さんの話予約するとこうだよ、投票しないバカが悪いって話だから。企業の経営者とか、ね、株主とかが自民党に入れてんだから、庶民に言ってねえのは経営者のせいだろって言ってんだから。
で正しいよ、事実だよあれは。政治に関心ねえやつが投票してねえのが悪いんじゃん。だ投票したら自民党だって変わるよって話だから。そうだろ。俺ヤムさんが言ってるの微塵も間違ってないと思うよ。この国に革命なんか起こんねえんだよ。トランプありがとう。いや俺みどりさんが当選するのは別に間違ってると思ってたよ。それがあの民主主義社会だから。社会おかしくない。ネギしょったしょっちゃん、あのおっちゃんとかおば、ネギしょったおばちゃんが投票し、あの選挙になっていいんだよ。日本は議会民主主義だから、イギリスと同じ仕組みなんだから、だから官僚がいるんだから、おかしくないよ。ただおかしくはないけれども、米粒さんの言葉を引用する、あの考えを汲み取るとするならば、国会議員のレベルは国民のレベルだよ。国会議員のレベルを見ると国民のレベルが分かるって言われてる。分かる。浅いとかそういう言葉で片付けるんだったら片付けられない問題だ。浅いなんか誰でも言える、小学生でも言えるよ。議論になってない。日本人は議論向いてない。浅いなんて誰でも言えるの。こんばんは。浅いとか深いとかいう問題じゃないから、根本的な議論ができてない。俺に国会に出ろっていうの、俺は議員にはならねえな。帰るよ。あ、腹減ったな。今日は酒を飲んだな、だいぶな。いや全部わからないところなんか解説するよ。俺全部わかってるからね、山田さんの話は。山田さん嘘なんか一つもついてないよ。だから宮本さんの話は、社会主義は何なのか、日本民主主義って何なのかっていう根本論を話したんだ。そういうね、人格否定とかそういうくだらない上げ足取りとかいらないから。バカだろ、そういうのいらねえんだ。お前を生きづらくするのはその考え方だよ、バカ野郎。もう俺は見捨てるから。いや、愚民社会だね、愚民社会。愚民家だよ、愚民家。これが日本の慣れの果てだよ。先進国になってねえんだ。いや、お前が担ぐんなら本気でやってるわ。お前が本気で担ぐんだったら俺一肌でも二肌でも脱ぐわ。命でもかけるわ、なんでも。本気でお前がそう思うならな、ラーメン食いてえな。いや、お前が本気で俺のこと担ぐんだったら俺はお前に命捧げてもいいわ。お前が本気ならな。俺はもう失望してるから。俺は金を掴んだら日本から逃げてぐらいだよ、本当に。でもお前が本当に担いでくれるんだったら俺はお前に命捧げてもいいわ。お前が本気ならな、お前が本気なら俺はやるよ。命使うよ、全部金繰り捨てて。お前が本気なら、小銭稼ぎの議員ども全部駆逐してやるわ。いや、だから否定なんか誰でもできるんだよ。根本的に何が間違ってんのか言えよ。何がそうじゃねえんだよ。俺散々訴えかけてきたぞ、生活保護の問題とか。散々本気で話したぞ。浅いなら来んなよ、つるね。
お前ブロックしようかなあ。別にお前の一人なんかいなくたって別にへでもねえぞなあ。何お前はなぜそうなったかって個人間の問題をここで話すの。言っとくけどお前よりよっぽどいい生活してるぞ俺なあ。結局個人攻撃だろ、だから議論ができねえんだって。俺のが今どう生活してんのこと、国家のね、どういう仕組みシステムで動かすのかっていうのは全く関係ないぞ。日本人すぐそうじゃん、お前が言うとか言って関係ないよ。議論には立場を超えて議論することに意味があるんだから。バカだろお前、勉強しろよ。だからディベートできねえって言われるんだよ。関係ねえから個人がどう生活してるのかって。何食おうかな。もうとにかく俺は政治の話したくねえんだよ、くだらねえから、バカばっかりだから。こんな国滅べばいいんだよこのまま。中国になっちまえばいいんだよ、アメリカにでも。実際アメリカなんだから。この国は大好きだけど、この国の国民は大嫌いだわ俺。日本人やめてよ。あーハピさんどうもどうも、すっごい懐かしいですね。ありがとうございます来てくれて。国吉さんありがとう。キャスバーで政治を熱く語るの俺だけじゃない？キャスバーで政治を山瀬さんと話し合ったのは俺だけだろ。屋台か。いや楽しかった、いい夜だったね。いや俺は出ねえよ、政治家になんかならねえよ。だから映画撮ってんだよ。権力の犬になんかならねえよ。だから映画監督なんだろ。何食おっかな。のりこいる？のんちゃんいる？のんちゃんいないかな、もう寝たかな。のりこはもう2年間付き合ってんだから、そろそろ新、ね、あ新宿食堂行こうか。のりこにはもうそろそろ信用してもらいたいな。なんで俺疑われないといけないんだろう。俺何にもやってねえのに。そんな男の恋愛とか恋愛じゃねえとか、もう誰かが若い女口説いたとか、くだらねえことを考える彼女やだよ俺は。くだらねえ、小せえよ、うん、俺が悩んでることとのりこが悩んでることにギャップがありすぎるよ。くだらねえ、本当に。なんで信じてくんないんだろうね。もうはっきり言って男と女の問題なんか世の中で一番どうでもいいことだと思ってるから。小せえ、どうでもいいよ。人を信じるっていうことができないことが悲しいよね。聞いてるみんな。いや一番悲しいことでしょ、人を疑うっていうのは。もうどうでもいいことだと思ってるから。
俺言っとくけどホームレスだったんだぞ。この世の中からいらないって言われた人間だったんだよ。一番大事なものを知ってるから。恋愛なんかどうでもいいわ、セックスなんかどうでもいいわ。俺セックスなんかなくても、セックスなんか世の中で一番いらないものだと知ってるからね。くだらねえ、男と女が好きって言って穴と棒を入れるだけの行為だから、うん、いくつだと思ってんだよ。俺のこと誰だと思ってんだよマジで。あ、一番そばにいるパートナーがさ、そんなさ穴と棒の話とかくだらねえわマジで。中学生かよ。どうでもいいんだよセックスなんか。お前1万いくら払ったらお前その辺でさせてくれんだから、どうでもいいわ。いやどうでもいいでしょセックスなんか。そんなことを悩むために俺は生まれてきたわけじゃないから、ストレスかけんなよ本当に。思わない、どうでもいいよ、どうでもいい。最もどうでもいいことの一つだと思うよ。晴れた惚れたとかもうそんなガキじゃねえんだから。俺がノリコのことを裏切ったこと、配信ノリコと付き合ってから一回でもあったか。なあ一回でもあったか。じゃあ、うん、お前6年前今段ボールで寝てたんだぞ俺。六本木ヒルズのてっぺんからお前段ボールまで落ちてんだぞ俺。他にいるかよ知り合いに、お前らの六本木ヒルズから段ボールまで行ってね、這い上がってきたやつ見たことあんのかよ。くだらねえよ本当に。いる知り合いに。ヒルズクラブに入ったこともねえだろうここにいる全員。ヒルズクラブも知らねえんだから。ヒルズクラブも知らなければよ、段ボールで寝たこともねえやつなんだから。くだらねえよ本当。いるかこの中に、六本木ヒルズのてっぺんに行ったことあるやつと段ボールで寝たことあるやつ。天国も地獄も見てんだよこっちは、なめんなよ。もう人間やめてんだからなあ。だからヒルズクラブ知らないんだって、米粒は。ヒルズクラブ知らないんだよ。年会費360万。知らんでしょ。分かんない、分かんないやつは分かんねえでいいんだ。いやめちゃめちゃ辛かった。いや最初なんだよこんなもんかって思ったけど、あとあと20分ぐらいもう息ができないぐらい痛かった。あれ食いもんじゃないよ、あれあれ毒だよ。痛みしかなかった。辛みって痛みだからね。いやいやいや、もう関係ないから米粒には。いいの、終わったことだから、過去の話だから。うん、いや痛いだね。いや結局俺がいろんなことを33年間の結論、金とか権力とか政治とかで人生変えらんないから、笑ってるやつの勝ちだから、これだけ覚えてくれたらいい。笑顔のやつには勝てない、楽しいことやってるやつには勝てない。輝け、笑え、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやれ。
もうそれだけだよ、答えだよ、究極の。好きな人と好きな時に好きなことを好きな時に好きなだけやる。もうこれ以上の答えねえから、それ以外ない。笑ってるやつに、笑ってる貧乏人と死にたいって言ってる10億円持ってるやつだったらどっちが勝ちかって話だから。うん、じゃあドレさんの一番のあの囲いの人、ちなみさんはドレさんの一番の囲いの花火師が今日俺に爆投げした、20万円分爆投げした。そうだから主婦、もう政治とかと関わらなくていいんだよ。ニコニコ毎日子供を愛してる、旦那さんを愛してる、夫を愛してる、仕事を愛してる、家事洗濯を愛してる、これ以上に勝る人生ないから。衣食住が整ってね、恋人がいてとか友達がいてって言って笑ってるやつには勝てないんだよ。そう、初コメありがとう。それ以上の人生なんかないから、できればやりたいことやれって。できるから、だから映画撮ってんだよ。貧乏だけど、金もないけど、人脈もないけど、クソみたいな人生だけど。しどころじゃねえよ本当に。ドルさんに投げてない、何があったのか知らない、俺もドルさんの枠見てないから。でもちなみさんはドルさんのこと愛してたんだよ、ウィスキーマニアさん。ちなみさんが一番言いたいのは、俺に投げたんじゃねえよ、俺以外の誰かに投げたんだよ、誰でもよかったんだよ。ちなみさんの本当、ちなみさん今いるかどうか分かんないけど、ドルさんにね、誰でもよかったの、ドレさん以外の誰でも、俺じゃなくてよかったんだよ。ちなみさんはたまたまドレさんのところに移った人だったら誰でもよかったの。私のことをないがしろにしやがってっていう、わかる、たった一人の囲いでね、私はこれだけあなたのことを思ってたのにっていうことを見せたかったんだよ、ちなみさんの意地だから、わかる、私はこれくらいをあなたに投げましたよっていうことを俺に証明したんだよ、わかる、俺じゃなくてよかったんだよ。ちなみさんだったら、よっさんの枠だったらよっさんの枠に投げてたよ、女心だよ。そう、誰でもよかった、俺はそのちなみさんの心の痛みがわかるからね。そう、当てつけ、俺のことを応援してるんじゃないよ、あなたが捨てた女はこういう女だよっていう、ちなみさんの意地だよ、最後の。25万円分投げられるか、花火。25万円分アイテム投げられるか、それだけドルさんのこと好きだったんだよ。わかる？いや、のりこはこの先ついていけねえぞ。俺はまだまだ上行くぞ。こんなところで、ことかなんか、へでもねえぐらいの、とんでもねえいい女が隣に仕事でつくんだよ。ハリウッドクラスの女優が俺の映画に出るんだよ。ことかなんかネットのアイドルだろ。ことかでこんだけ減らってるぐらいだったらついてこれねえぞ。俺が認めた女なんだから、どしっと構えてろよ。そうじゃねえの、おめつぶさん。世界一の女が俺の映画に出るんだよな。ことかクラスでこんな減らってたらたまったもんじゃねえよ、マジで。違うのか。ノルさんには投げてないね。何も間違ったこと言ってねえぞ。まことか可愛いけどね、俺可愛い女興味ねえんだよ。二次会行く、帰ってるよ俺。二次会終わったところだよ、うん、いやたまったもんじゃないでしょ。俺の夢潰すなよって。ことかで嫉妬するぐらいの女だったら、いや、ジョディ・フォスターに嫉妬するんだったらわかるよ。
いや、それくらいじゃないと困るんだよ、ちょっとって。和道の映画の次のキャスティングのジョディ・フォスター何なのよってのりこに言ってほしいの。ジョディ・フォスターと和道できてるでしょうって、和道さんって。いや、まあジョディ・フォスターだからなって、口説くのにちょっと色恋しないとダメだったんだよねって言わせろよ。そうじゃないの。あ、いや、アンジェリーナ・ジョニー口説くためにちょっとねえ一発パコっちゃったよのんちゃんって言うんだったらわかるよ。ふざけんじゃねえよマジで。なんでことかごときでこんなグダグダ言われねえといけねえんだよ、ことかごときでよ。気持ち悪いマジで。ことかが和道がなびくわけないでしょぐらいに思っとけよ。違うの、違うの。おっさんとかがちょうどいいんだって。あれくらいのレベルの男が追っかけるぐらいでちょうどいいんだって。わかる？世界の和道だから。240発ね、まさきさん。桁倍違うから。いいんだよ、なるようになんだから。人生なんかもうどうでもいいわ、金とか恋愛とかどうでもいいわ。やりたいことやろうぜ。どうせ死んだら何も残んねえんだから。俺は何を残すかだけ考えてるから。金も女も残らんぞ。うん、ヒルトン通り、いやもうヒルトン通り過ぎちゃったよ。いいんだよこんなクソみてえな街、どうでもいいよ。はい、セブンイレブンの弁当買えろ、買って帰ろ。何食おっかな。セブンピザ食いてえな、ピザ、プルコギ定食買って帰ろうかな。どうしよう、弁当買って帰る。腹減ったな、顔パンパンだけど明日超むくんでるな。いや、俺はちなみさんの女の意地を見た時にやっぱりね、リスナーさん一人一人ないがしろにするのやめようって思ったね。勉強させてもらったよ。たまたま俺に投げてくれたけど、ちなみさんはドルさんへの愛情深いなと思ったよ。
終わりだな。疑惑で終わりにするわ。飯食って終わり。いや、クソだろ、マジで、クソ。いや、もうね、ほんとね、俺ね、クソだと思うよ。ぶっ壊したいね、ぶっ壊したい。俺に力があるのはぶっ壊したいね。全部ぶっ壊して。世の中の何もかも。みんなにもないぶっ壊したい。俺はあるよ。ぶっ壊してやりたい。全部。スカッとさせてやりたいね。虐げられてる人の弱者たちの。だからくすぶってるやつら全員味方だからね、全員味方。あやおさんお疲れっす。ぶっ壊してやりてえよマジで。疑惑いきます。お疲れ。